もう皆さんも集まってますよ。もう60人。お、早い。うん。期待は大きいな。うん。だってハンドルネームが、ベイツ BP さんみたいな、なんかこう、ベイト野郎っぽい雰囲気の方、初めて見るようなハンドルネームが来てるし。うん。あまりね、見ないハンドルネームの方が来てるから、やっぱり、アルファスエアにね、やっぱり皆さん期待が大きいんですよ、これ絶対に。はいはい、どんなんだろうって、やっぱり知りたいね、新しいもん出ると。しかも、今ネット上でチラチラ見る、その、アルファスエアのインプレって、なかなか、ね、センセーショナルな感じになってるのかのよ、みんな。期待以上っていう感じでしたね。そう。クオリティが格段に上がりましたね。上がった。まあ、その辺は個人的なそのブログとかね、YouTube で発信してる人たちはもうすでに何人かいるんで、まあ、我々、真っ先かけて、こう、ミーティングでその辺を、ね、今日はお話ししようということです。ということで、ね、皆さんも見てることだし、すげえね。本当にすごい。俺は今日初めて使ったわけだ。ああ。ちょっと感動。本当に感動。で、まず何が感動かって言ったら、箱から出して、ホールドして、回して、その時点でもう感動するね。うん、あれですね。え、嘘と思ったね。ですね。まず、チキさんも思った？まず。思いましたよ。うん、だって、スティーズ持ってるのに、スティーズと、その友達の持ってたアルファスエア回し比べたら、そっちの方がどう考えてもいいじゃんみたいな。これでスティーズ CT。うん。これで、サウンドついたのがアルファス。うん。ほぼほぼ同じ大きさだよね、コンパクトサイズ。サイズ感は同じですね。CT とね。うん。つまり CT 機のサイズなんだよ、このアルファス、新しいの。ええ。で、スティーズ、やっぱりいいなって、もうスティーズ好きで、特に CT が気に入って、僕はソルトのライトはほとんど CT 機使ってるんだけど、このコンパクトさがアルファスにもあるのがもうまず嬉しい。だけど、他のアルファス、以前のアルファスはやっぱり剛性がないよね、低いっていう、なんていうのかな。単純に剛性じゃなくて、こう、組んであるもののこう密度みたいな。精度だね。そこがやっぱりアルファスだなと思ってて、その点スティーズやっぱり気持ちいいね思ってたけど、それが身についてるからこそアルファス箱から出して回しただけでもうおーってなってね。この辺どう、あの修正さんは。いやもうアルファスをその初日に届いた初日に友達を夜呼びつけてですね、触らせてくれよって言って、触った瞬間に、あ、これ俺失敗したなと思いましたもんね。7万円ドブに捨てたぐらいに思いましたよ。ああなるほど、はい、もう持った瞬間のその安心感が違うんですよね、やっぱ。なるほど。スティーズエアはやっぱ、まあ、軽いっていう、ね、メリットは当然ありますけど、うん、使った時に7万円の質感ではないなっていうのが、うん、まあやっぱりあって。なるほど、はい、正直なところですね。でその逆にアルファスを握った時に3万円の質感じゃねえなと思ったんですもんね。そうよ、3万円の質感じゃないよ、うん、これ5万円だっていう、そのまあ箱も今回黒じゃないですか。そうね、はい、なんでもう台湾の最上位機の黒の箱を化粧箱で渡されるものだなっていうのは間違いないなと思ったんですね。あ、そんなとこ見てんのか。なんかそう思いました。はい。俺初めて知ったよ。そうなんだ。はい。台湾の上位機はね、黒なんですよ。へえ。なんでフエゴとか、まあそれた、まあ1万円台とか2万円台の機種だと、まああのネズミ色の箱とかそういうような化粧箱になってですね。うん、ああ、それは知らなかった。何にも気にしてなかった。俺は機種で単純に色が違うだけかと思ったら、そのランクで箱の色違うのか。レオンさん、レオンさん、ペンさんの参加以来来てませんか？え、ちょっと待って、ね。ペンさんの参加以来。ちょっと待ってよ。うん。いや、来てないね。あれ、まあ、あれチェックするから。はいはい。
参加者のとこを見ても来てないね。あら届いてない。うん、まあちょっと喋ってるんでお願いします。そうか、へえ、ランキングで箱の色がそういうふうに意識さして作られてるというのは今日初めて知ったりするんですよ。ああ本当ですか。あの、うん、そうですね、まあ本当かどうか、まあ本当だと思いますけどね。言われてみれば確かにそうだなと思う。はい、確かに上位機種ハイエンドが黒だよね。そうです、言われてみれば、はい、あのイグジスト黒だもんね。そうですね。あ、そうか、うん、なるほどなるほど。ゴマインといっても納得するようなこうもう触った段階で。でやっぱスティーズが7万となると全然5万円でも納得するようなボディだなっていうのをまず感じて、うん、あとまあもう夕方だったんでたっぷりはやらなかったんだけどちょっと投げてみておいって二度びっくりだよまず、うん、明日はちょっと本格的にキャスト行ってみるけどね、はい、はい、ちょっと素晴らしいなというのが正直な感想ですよ。でとはいえやっぱりあれなんですよね、スティーズみたいに高いやつを作ってるからこそその技術が降りてきてっていうのがあるんで、あ、まあ高い方を指定しちゃダメなんですけどね。まあまあそうですね、さすがエンジニアさんは。なるほど、いや今日こういうのってそうそう一緒に作るから安いのも作れるんだって、うん、あるんですけどね。なるほどね、ロットもあるだろうしね、工場のやっぱり製造ライン考えると絶対そうなっちゃうよね。ええ、うん、いや今日ですね、あのツイッターで、うん、かけずかさんっていうあのリールのカスタムパーツを作られてる、まあ、メーカーさん知ってる、はい、うん、はい、かけずかさんのツイートですごいなんかこう衝撃だったのが、うん、スティーズエアのハンドルがこの前あの地球さんもいやこれはちょっと俺変えたよみたいな話をしてたじゃないですか、うん、で、あのかけずかさんに言わせると、うん、あれを補足わざわざ補足作ったのはドラグを触りやすスタードリドラグを触りやすくしてあるんだみたいな視点を持たれとって、はいはい、ああなるほどな、そういう考え方だったらそうかもしれんと思って。なるほどね、考え方一つで全然その評価の仕方が違ってくるなと思って。いや俺が文句言ってんだハンドルノブなんだけどね。ノブかえ、ハンドル自体はまあ形はどうでもいいんで関係ないんです。なるほど。俺あのハンドルもですね、なんでこんなしょぼしょ、まあまあ、しょ、まあ言い方あれですけどね、あの細い見た目の 見た目となんかちょっと安心感がないじゃないですか、うん、海でロックフィッシュ、まあ、バスでも大きいのバスガーンとかけた時にあれで巻いて宴会みたいなひょろっとしたハンドルだったんで、もうそこ変えましたけど。スティーズエアが、スティーズエア、スティーズエアですね。ハンドルがね独特の形してるんですよ、あれだけオリジナルの。あ、そう、僕はスティーもうアルファスエアが出るのが分かってたんでスティーズエアを持ってないんだけど、あの淡水でしか使えない仕様なんで、はいはい、ソルト対応じゃないから、まあ、今回はねいつもだったらすぐあの入手するんだけど、今回はアルファスエアストリームカスタムでちょっと僕は思うところがあったのよ。はい、あのたくさんの人がさサビやサビオに僕がアルファスエアを使ってるからやっぱり海でも大丈夫ですかっていう質問がもうごまんときたじゃない、地球が。ええ、あれがあったので、今回スティーズエアが出た時にね、あえてやらなかったのよ。で持たないことにしたのよ、うん、やっぱりソルトマンなんで、うん、そこがやっぱ安心感があることしかね、あのお客さんには勧めたくないので持たないんです、うん。やっと落ち着いた。視聴者の皆さんもすいません。174人さんが右往左往して見てたんじゃないか。これで30分潰れた。これが楽しいって、30分潰れた。これが楽しいって書いてくれてる人もいるけど。うん。大丈夫ですかね。うん。まず、じゃあ、修正さんから、僕、多分地球さんもまだ 0.5 とか1グラムとか投げてないでしょ。あ、1グラムは普通に投げてますよ。あ、本当。うん、じゃあまず地球さんから1グラム投げてみて、多機種と今までの過去と、まあ、地球さん自分でチューンしたリールなんかもね使って1グラムなんかも投げてただろうから、その辺のこの新機種のアルファスとの違いとかアルファスの良さみたいなの使用感、うん、
ちょっと語ってみてください。はいはい。あのですね、一番の違いは、やっと実用になったってところなんですよ。ってのは、今までのやつって、要は1グラムが、フルキャストすれば実用距離には届いたんですよね。はいはいはい。だけど、1グラムってのは、まあ1グラムのジグヘッドなんで、実際に1グラムプラスワームぐらいの重さってことなんですけどね。うんうん、0.1.8 とか、うん。で、それを、例えばその、今までの32ミリスプールのウェイトフィネス機で投げれば、うん、ちゃんと上手に投げれば実用的な距離には届いたんですけれど、うん、オープンウォーターの明かりつき抵抗みたいなところで毎回そのフルキャストで投げて方向だけ決めて投げればいいっていう状況だったら、うん、まあそれでも実用だったんですけど、うん、自分たちがやりたいのってちょっと違うじゃないですか。明確にこう場所があるでしょ、投げ込みたい。そう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 。で、例えばそれが、15メーター投げられる機種、15メーター投げられますと、フルキャストすれば15メーター投げられますと、うん。で、従来のベイトフィネス機で、10メーターのところに投げたいときに、うん、じゃあ、3分の2の力で投げれば10メーターのところに行くかっていうと、行かないんですよ、実は。これっていうのは、うん。実はこれって、今までのベイトフィネス機っていうのは、要は、スプール、の、なんて言うんでしょうかね。回す力っていうのをある程度、初速でつけてやって、うんうん、これプラスジグヘッドの重さっていうのがあるわけですね。うんうんうん、で、今までフルキャストするときっていうのは、要はこのスプールを回すための力っていうのを、キャストのときに上乗せしてやって飛ばしてるわけです。はいはいはい。はい、だけど、これが10メーターに、15メーターのベースで飛んでたのやつが、10メーター投げたいときっていうのは、スプールを回す力も3分の2にすればいいのかっていうと実は違うんですね、うん、で、スプールを回す力っていうのはもっと大きいんですよ。ある程度キャストするときに必要なスプールを回すための力が必要なんで、うんうん、これが10メーター飛ばそうとすると実は 80% とか 90% の力がいるっていうことで、あ、要はフルキャストしたところから手加減しても思った距離にならないんです。これが一番難しかったんですよ、中距離飛ばすときに。そうね、確かにそうそう。なるほど。ちょい投げしたいなと思っても、今までベイトフィネス機で1グラムが十分実用的な距離に投げ上げるやつでも、ちょい投げしようとするとバックラッシュしちゃったりするのが、そこが問題だったんですね。逆にちょい投げの方がバックラッシュみたいなね。そうなんですよ。それがボートとかで、いざこうストラクチャーを前にしてやってると投げられなかったりとか、近くのストラクチャーにちょい投げしようと思ったら飛ばなかったりとかバックラッシュしちゃったりとかっていうのはそこら辺が原因なんです。なるほどなるほど。で、それがですね、うん、ここでこの28ミリ機になったところで、うん、このそのマウスプールを回すために必要な力が格段に小さくなった、うん、これによってその中間距離っていうのが抜群に投げやすくなったんですよ。ああで、ま、ちょっとね、うん、見てもらいたいんですけどね、うん、画面共有しますね。これだと、どれでいいかな、画面共有はどれだっけ。待って、俺の方でいじらないといけない。みんなの画面共有。あ、ちょっと待ってください。こっち側でやりますんで。はい。あ、大丈夫？はい。あ、違いましたね。やっぱホストだけですね、画面共有できるのは。いや、はい、ちょっと待って。画面共有みんなが、あ、どこだ、あ、これだ、画面共有、参加者が画面共有した場合、ズームウィンドウ最大化？そうそうそう。OK。はい。うん。あれ、やらせてもらえないな。あ、なんで？ホストが無効にしてますね。ちょっと待ってよ、もう一回じゃあ、画面の共有。なぜ出てこないんだ。ミーティングの開始時に招待リンクを自動的に違う。画面の共有、共有されたコンテンツ、ズームウィンドウのスキル。参加者が画面を共有した場合、ズームウィンドウ最大化。画面参加者名、まあ、ちょ
なってんだけどね、なってんだけど、なぜかそっち側から画面共有できないね。こっちの設定は、参加者が画面共有できるようにしてるんだけど、なってな、そっちでできない状態だね。これちょっと見れますかね。自分のやつ最大化してもらっていいですか、自分の画面。はい。見えてるよ。はい。自分がこう、今やってるところ、モバゲー、こんな感じなんですよ。ホンダワラが生えていて、それがこう点在しているところなんですね。ここの茂際にメバルとかが隠れてるわけですよ。うん。で、あ、戻してください。はい。で、この茂際の、ところに投げ込むんですけど、それなりにそのベイゲームなんで、わりかしそのワームのサイズとかに敏感なんですよね。なんで。うん、レイティの 1.8 に、1.2 グラムのジグヘッドを、その藻際のところ、キワキワにスレスレに投げといて、リトリーブしてっていうね、釣りをやりたいんですけど、うん、これが今までのベイトフィネス機でやろうとすると、かなり難しかったんですよ。ほう。ウルキャストだったら12メーター、13メーターとか投げられるような機種を使っても、その7メーター先の、藻際に正確に投げようとするのは難しかった。うんうんうん。これが、あっさりできるんですよ、今回のやつだと。なるほど、なるほど。はい。で、なおかつ、それで 0.65 とか 0.85 の P ラインで、それができる。うん、なるほど、なるほど。それ大きいね。まあ、それが最初に地球さんが言ったように、実用のレベルに初めて達したってとこだよ。そうなんですよ。うん、うん。で、今、地球さんが話してるのは、その1グラムとかの世界の話をしてるんだよね。はい。だから、僕は、まあ、スピーズ CT も持ってるし、アルファスエアストリームカスタムっていう軽流用のね、本当1、2グラムでも投げれる機種も持ってるし、アルデバランの BFS も、まあ1グラム投げれなくはないんで、全然投げれちゃうんで。ただ、そういった細かいことを考えると、まだ実用レベルには今、もう一歩行ってないねっていう状態だったんだよね、去年までは。うん。で、それをなんとかかんとか、インテだの、サビオだのっていう、少し長尺で、ロッド全体が締まるロッドを使うことによってある程度そのパワーキャストを用いたら1グラム2グラムでもそこそこ狙ったところへこうキャストできるところまで行ってたんだけど、それでもちょい投げとかなるの世界になると非常にコントロールが難しかったところが、このアルファスエアでそれができるようになったという話だよね。そうです、そうです。あ、まあ、正確には自分の場合スティーズエアだったんですけど、まあ、スプラは同じようなもんですからね。ああ、そうね、同じことができますよね、うんうんうん。で、サビアでそれをやりたかったんですよ。ずっとね、去年までね。うん、サビアでね、うん。で、今年、まさにやりたかったことが、思い通りにできるっていう感じになったんですよね。修正さんには何度か俺、個人的にも言ってたけど、ね、1月ぐらいから言ってたもんね、俺。そうですね。来るぜと。はい。うん、本当のソルトのベイトフィネス、つまりバスでいうベイトフィネスの概念とは全然俺たちが言ってるのは違うから、世界が。そうですね。うん、賞味1グラムをどう投げるかの話だから、まあ、バスの世界じゃほぼありえない次元の話をしてて、そこへようやく道具が追いついた感じがして、今、地球さんの話でも実用レベルに達した。まあ、こうなる予測がもうはっきりついてたので、修正さんにも地球さんにも前から話してた。まあ、僕自身はまだそこまで投げてないの、今日届いたから。だから修正さんはもうアンダー1グラムをどんどん投げてるじゃん、これで。はいはい。うん、そこをどんな状態だったかちょっと話してください。まあ、正味な話、アンダー1グラムを使う場面ってそんなにないんですけど、ただそれでもその対応したいじゃないですか。俺の真の目的はですね、スピニングでできることはベイトでできるっていうことを証明したいっていうのがあってですね、うんうん、同じ釣り道具なんで、うん、まあそれがあってアンダー1グラムっていうところにすごいこだわりを持ってやってたんですけど、ただですね、そう、ただまあそのアンダー1グラムが投げれるとかっていうのはもう実はもうそれこそストリームカスタムの時代からそうで、うん、本当のところで釣りに実用になるのは地球さんが言っとったのはその通りなんですよ。狙ったところに落としたいんですよね、ベイトで。そうで、その今8割キャストの話を地球さんされてましたけど、う
俺どっちかっていうと、うん、まあテクニカルキャストでの操作性がぶち上がったなと思ってですね、うん、まあ、レオンさんがたびたびおっしゃってるフリップキャストだとか、うん、サイドキャストだとかバックハンドキャストだとか、うんうん、どっちかっていうとそっちでの投げ感の向上が著しいなと思ってですね、軽量リグで、軽量リグでね、そう、僕のホームがですね、桟橋がまあバスッと通ってて、そこにちょうど常夜灯があってのシェードがあって、その下にメバルがいるんですよ、うん、そんなに大きくないんですけど、でその下をフリッピングで打っていくっていうのが、まあ、ものすごい楽しいわけですね、うん、で橋の向こう側から向こう側までアンダーで投げてスタンと飛ばして、うん、橋の向こう側から引いてきて、食わせるっていうのが、まあ、ゲーム性としてすごい楽しくて、うん、それを、まあ、それこそリッチだとか、うん、っていう1グラム2グラムくらいの軽量リグでその橋下をくぐらしたいっていうのがずっとあって、うん、まあ、それができるようになったっていうのが何より楽しいと思ってですね。なるほどね。まあ、ある意味バス釣りの世界ですよね、うんうん、トラクチャー打ち、うん、でそれを自分のキャスティングの腕でカバーして打っていくっていうところの面白さ、うん、で、あと、その桟橋があるんで、その桟橋の際5センチですよね。際5センチに、軽量リグを落として、ゆっくり落としていくと、チヌが食ってくるとか。はいはい。そういう楽しみ方ができるようになったっていうのが、28ミリの俺の楽しさですね。うん。地球さんとかだと、本田原とかですけど、僕の場合はもっとワン王のところの際をどう打っていくかっていうところの楽しさかなと。うん。うんなるほど、なるほど。いやー、だから本当に来たなって感じよ。一言で言うなら。そうですね。やりたいことはいっぱいあるのよ。だから、もうね、去年、おととしぐらいから、大分のリンタコのところ行って、まあ、ボートからだけど、モダマ打ちね。はいはい。もう、本田原の密集地帯の中でも、ポッとこう、ポケットがあって、そのポケットに落としたいわけよ。そこのポケットの落として、ゆっくりボトム取ると、その途中ででっかいメバルがガタンと食ってくるっていうのは、これはもう20年ぐらい前から分かってたことなんで、うん、ただスピニングでかけたら取れなかったんだよね、うん、そうそうそう、相手がちょっとでかいと、もごと引き抜けなきゃならないし、そもそもあの頃のスピニングタックルって、まあ、太くてもフロールの 0.85 にジグヘッドが1グラム、これはああいうところに無理やりねじ込んでやると、魚はかかるんだけど取れないというで諦めてたんだけど、それから数年経って、ベイトフィネスという概念が出てきて、うわこんな使えるんじゃないかなと思ってね、やり始めたのが7年くらい前の話さ、うん、ところが現実には3グラム切るととてもじゃないけど投げられなかったよ当時、うんうん、で近年投げられるようになったし、さっき修正さんが言ったように、もう特にフィッシュマン系のインテなんかを操って釣ってる人たちが、アルデバランの PFS で 0.5 グラム投げてる人が何人かいるのはもう知ってたんだけど、はい、でも投げれるけどじゃあどうなんよって言った時に、さっき地球さんが言ってたところがまだ残ってたよね。地球さん、そうなんですよ。投げれるけどじゃあ本当に現場で、いろんなロケーションに対応できるだけの、ことができるのかって言えればもう完全な疑問符が浮かぶ世界だ。だから できる人はいたのかもしれないけど、人には勧められないレベルでしたよね。だから僕は去年1年間でもずっとお客さんたちのその辺の質問に答えてたのが、いやベイトフィネスだからサビオだからインテだからアルデバランだからって言っても、3グラム以下を投げようと思わないでくださいと、うん、いうふうに僕は発信してた、うん、3グラムあればまともに釣りができる、でも切ると極端に難しくなるよっていう話をしてたんだけど、そこがちょっと解決するなっていうのがもう大きな印象だね、2人の話聞いてても、うん、そうですね。まあ僕はね、まだほんとちょっとしか投げてないんで、明日みっちり投げ込むんだけど、だからペイさんに来てもらった理由がね、一つはそこにあるのよ。はい、何でしょう。ペイさんがここのとこね、ショートロッドで例えば東京湾のボートメバリングなんかで、港湾部のね、テーブルの下の奥にフリップで打ち込みたいときに15メートルスムーズに飛距離が出てくれないと困るんだって
で、どうやったらそれがうまくいくかって、相当いろんなことやって悩んでたじゃない。悩んでましたね。うん。何使ってたんだっけ、今まで、リール。リールは、最近ずっと使ってたのは、スティーズエアになる前は T3 エアですね。ああ、なるほど、なるほど。うん。T3 エアで飛距離自体はまあ出るんですけど、やっぱりこう、バックラッシュとの、なんていうんですかね、こう背中合わせな部分がやっぱすごくあるのが一つと、あとはもう本当の近距離の時に、まあ、28ミリスプルと大きな違いはやっぱピッチングで伸びないっていうところですね、うん、はいはい、やっぱ回り出しがやっぱ重くなっちゃうんで、それそれで、やっぱボートだといくら、なんていうんですかね、こう、ラインを少なくするって言っても30メーターじゃちょっとダメなんですよ、やっぱり。50は巻いときたいんで。50はいるね。いるいる。最低50は巻いときたいんで、やっぱそういう面でも、30メーターでやってる人とは、やっぱまた感覚変わってくるっていうんですよね。違う。まあ、やっぱ一番難しいのは、そのバックラッシュっていうので、一番ボートでやっぱきついのは、どうしても見えないところに結構打ち込んでいくことが多いんで、うん、毎回思った通りのスプールの回り方をしてくれないと、本当にリリースタイミングによって全然、あさっての方向とかバックラッシュがひどいっていう状態に今までのはなりやすかったっていうのはありますね、うん、そうそう、でスティーズエアになってからは本当にその辺がだいぶ解消されて、なるほどなるほど、あ、スティーズエアは持ってるんだ今、あ、スティーズエアと、まあスティーズはスティーズ CT とスティーズエア両方今持ってますね、うん、だから28ミリのスティーズエアから世界観変わったでしょ、変わりましたね、だいぶ本当に近距離も打ちやすくなったし伸びもすごいいいんで、でずっとペイさんが追い求めてた世界観にだいぶ近づいてきたよね、かなり近づいてきましたね、まあ、あとはね、ここでペイさんに一つだけ、知っててほしいのはアルファスエアまだ使ってないじゃん、まあ、使ってないですね、はい、うん、これが両方持ってる俊生さんとか地球さんはもうそこを体感してるわけ、あ、はいはい、何をかって言ったら多分そういうことをやろうとしたらスピーズエアよりアルファスエアの方がトラブル少なくて簡単に投げれるって2人から聞いてんだけど、そこ地球さんどうなの、はい、うん、スティーズエアの場合はやっぱ飛距離を重視してるチューニングになってると思うんですよね、だから、バックラッシュしないギリギリの設定にすると、これスプール見れるかな、あ、やっぱ消えちゃうかな、見えてますね、ローターが飛び出すことによってブレーキの強弱が効くんですけど、このローターが飛び出した時と飛び出さない時の差がすごく大きい、だからスティーズエアで投げると、ブラッククラッシュしないギリギリのところにやると後半すごくブレーキが弱くなって伸びるんだけど、ちょっと風が吹いただけでもそこのいきなりバックラッシュしちゃうんですよね、それはありますね、すごい感じます、でここのところがスティーアルファスエアーになるとバックラッシュしないギリギリの設定にして投げたときに後半それよりも少し強めにブレーキが効いてくれるもんですから、伸びというのの厳密に言うと多分ちょっと落ちるとは思うんですけれど、風とか吹いたときに全くその安定感が違うんですよね、そこのところでね、うん、これはボートだとかなり強い武器になりますよね、ボートだと相当違いますね、その安心感というのはね、地球さんは今説明してもらったでしょ、でここで俺2人を俯瞰で見てるからおんと思って見てるとこなんだけど、修正さんは 0.5 グラムとか 0.8 とか1グラムで最後 1.5 グラムぐらいまで検証してたよね、あ、はい、そこでスティーズエアとあるいはスティーズエアのスプールをアルファスエアに搭載した、はい、比べたりしてたっていうね、はい、そうですね、はい、やりましょう、うん、その時にスティーズのスプール、スティーズエアーのスプールを使うと、確かに飛距離は2メーターぐらい伸びたよね、1グラムって。そうですね、伸びましたね。伸びたけど、安定度が下がるんだよね、そのバックラッシュという意味で。いや、それがですね、ちょっと、あれはあんまり触れる方がいいかなと思って、触らなかった部分なんですけど、うんうん、実のところは、もしかしたらそんなに悪くねえなっていうのがふつふつあってですね、うん、再検証の題材なんですけど、なるほどなるほど、ただ一つ言える、確実に間違いなく言えるのはスティーズエアのスプールをアルファスエアに搭載すると今までアルファスでは、うん、ブレーキ6で投げれてたものが、うん、8まで上げないと投げれなくなったんですよ、バックラッシュしちゃうってことね、バックラッシュしちゃう、ほうほう、
ただ8まで上げた状態で同じ飛距離飛ぶんで、とかまあちょっと上回るんで、これもしかしたら一番ベストな設定はそっちなんじゃないかなっていう気もしてるっていうのがまあ実なところでですね、これはまたあの報告します。そこはさ、本当にある程度ベイトリールが分かった上でいろんなことをやってみた上で求めるレベルなのよ、世界が。まあまあそうかもしれないですね。で多分こう今日もね、192人もうあらかた200人ぐらいの方見てるんだけど、その200人ぐらいの方の中でベイトキャスティングが、しかもフィネスのキャスティングを経験してる人って本当1割いるかいないかだと思うの、僕は。はい。でずっと僕らがそのサビアだサビオだインテだでベイトフィネスの話をここ 2,3 年ずっとしてるから、やりたいなと思ってる人もいっぱいいるし、すで、はい、に始めたんだけどどうもうまくいってない人も多いわけ、はいはい、そこへ向けての意識をして話をしてほしいんだけど、はい、何もしなくてもチューンもしなくても、はい、釣り下げで買ってきたやつで、はい、ある程度そういうことが楽にできるようになったよという世界観のところをねちょっと語ってほしかったね。なるほど。いや、うん、だからそこで考えると、スティーズエアよりもアルファスエアの方がそういう意味でトラブルが非常に吊り下げ機そのままで少ない初めてのマシンじゃないかという気がしてるわけよ、僕は。2人のあのここのところの動向を見てて、はい、そこどう思うですよ。いや全くその通りです。いやその通り、うん、わざわざ難しいスティーズを買う必要はないです。なるほど、はい、高いし。で、まあ、ついでに言うとですね、そのブレーキがマイルドっていう、まあ、表現の仕方になるんですけど、うんうん、調整の仕方、調整が楽っていう感じかな、イメージが。ブレーキ一つ変えるだけでピーキーになりすぎるスティーズと、ブレーキ1個ぐらいではまあまあちょっと暴れるけどまだ吸収力があるよっていうアルファスっていうイメージですかね。なるほど、なるほど。ただなんで1個下げるとちょっと浮くなって思ったら1個戻せばまあまあ、うん、その調整幅で調子良くなってなおかつ飛距離はそんなに変わらないと。そこがピーキーさがないよね、アルファスって。そう、もう本当にマイルドです。言うことよう聞いてくれる。なるほど、なるほど。ということはよ、そのまだまだベイトがよく分かってない人でも扱いやすいってことなんだよ、それ。そうですね、そう思います。でなおかつバックラッシュしにくいと、今までの機種に比べると。その通りです。だから来たなって言ってんだよ、僕は。全くその通りだ。いや、これなら安心して進められちゃうねっていうところなんで、ね、そうなんです。いや、今日このライブに出るにあたってですね、俺のブログのアクセス解析をちょっと検討したらですね、うん、やったら5月入って5月中旬からですね、ぐんと伸びとんですよ。うんうん。で俺のブログなんてほとんどソルトベイトフィネスの話しかしてないんで、うんうん、かなりやっぱり注目度高くなったなと思って。そう、期待感があるよね。だからペイさんはあれ、はい、アルファスエア見に行った、注文した。まだないんですよ、地元に実機が。あら、行ったところでまだ見かけたことがなくて、まだ触れてないんですよね。これね、もう俺は予測してたから、行き渡らないの予測してたのよ、もう。マスクみたいにね。うん、いや、これはね、スティーズの CT もそうだったし、スティーズエアもそうだったのよ。はい。だから、僕とこのお店ね、ウェブショップのフィッシュインで、リールなんか扱ったことないのに、今回扱ったわけよ。そうですよね、はい。うん、それはなぜかというと、多分、うん、ここのとこずっとね、僕とかフィッシュインに触れてくださってるお客様たちで、ベイト、始めたいなって思ってる人たちがもう何十パーかいるわけで、もしかしてアルファスエアが欲しいのに買えない人がいると困ると思って、はいはい、事前に予約取ったわけですよ。ないですもんね、物が。困ってるでしょ。うん、ペイさん明日電話しといて。わかりました。ちゃんと用意があるよ。あ、本当ですか。それはちょっと嬉しいですね。もう完全にスティーズ手に入れたから油断してたんで。油断するよね。売り切れなんかもしれないですね。4件もあって全部なかったんで。あとね、今回は特約店とかやっぱ優先したらしいんで。あ、うん、あ、そうなの。そうなの。らしいですよ。だから特約店契約してないところはセカンドロットになるところもあるみたいです。注文してた。うわ、もうこれ関係者見てくれてたら困るんだけど、じゃあフィッシュインは優遇してもらったんだね。うん、問屋さんの方がね、
得客点だったみたいです、ね、あちらの、うん、あそうか相当な台数だったねうち、うん、本当にうわーそれは良かったそういうことらしいよペイさん。だから関東はキャスティングぐらいしかなかなか出回ってないみたいです、そのキャスティングねいっぱい回ったんですけど全然置いてなくて、キャスティングそれは売り切れてるかも。まあ、ちょっと欲しいって思うのが少し遅かったですね、僕はね、スティーズで完全に油断してたんで。いや、横浜のね、キャスティングさんはやっぱ2日ぐらいで売り切れましたね。ああ、やっぱ人口多いからな。いや、これね、本当にね、いろんなアングラさんが潜在的に求めてた機種なんで、もう僕は予測ついてたんで、絶対こうなると思ってたよ。うん、で、実際に皆さん入手して、まあ、サウンの性能も相まって、いろんなそのベイトの遊びがライトソルトでやれるようになったらもうこう爆発的に僕広がると思ってる、うんうん、そのようやくその幕開けだなって感じ正直なところが。そうかちょっとねもうすでにここまで喋ってる間に、ほぼちょうど1時間かな今。もう1時間か最初のトラブルが長すぎたな、うん、すいませんあいやいやいや質問が来てるけど、まず中村道博さんという方が修正さんの動画でアルファスエアの購入考えてます。修正さんの動画でアルファスエア買おうと思ったって。ありがとうございます。素晴らしいね。スティーズ CT 可変スプールと比べて正直どうですかっていう。あ、まあ、何を聞きたいかでっていうところがすごいありますけど、1グラム、うん、アンダー1グラム2グラム、うん、2グラムの軽量プラグ、2グラム以下の軽量プラグ、アンダー1グラムのジグタンであれば、うん、アルファソヤのがいいです。お、なるほど。もうちょい重め、3グラムぐらいのプラグ、大きめ、割と大きめなプラグとかを円筒とかっていう距離をって考えると、CT 可変かなっていう感じですね、今のところ。どれくらい違うと、じゃあね、はい。何グラムにしようか。まあ、3グラムのジグヘッドにしよう。はいはい。に普通の細いワームつけてたとしましょう、はい、実質飛距離がどれくらい違う感じがします？あ、いや誤差ですね。1メーター違ったらすごい変わるぐらいがいいです。それ僕に言わせは違わない範囲だね、うん、まあ違わない範囲ですそういうことです。ちょっと言わせてもらうと、はいはい、あれです、あの CT の可変は軽い方になるとピーキーになります。うん、ほう、うん、扱いが非常に難しくなる。これちょっと投げ比べてやってみたんですけど。なるほどなるほど、うん、だからやっぱその飛距離よりもそのピーキーさが使いにくさになってます。僕ねそこ一番気にするのよ。僕は常にビギナーさんの目線でものを考えるから。そんなね上手になってこのリール足をこうしようっていうのはもう後の話でいいのわけよ、うん、間口やっぱり広げてみんなにこのベイトの面白さを知ってもらうのが一番第一義だと思ってるから、そこを考えた時に1メーター、いや頑張っても2メーターぐらいの飛距離が伸びることよりも圧倒的なその扱いやすさを考えたときにどうなんだということを考えると、今の方の質問がね、僕はそっちにこうそういう類の質問かなと思っちゃうの。まあ、あと単純にですね、うん、まあ、この方中村さんが可変を持ってるかどうかっていうので話が変わってきますけど、買えない可変を狙うぐらいならアルファスエア買った方がいいよっていう話ですね。まあ、今の話、ね、アルファスエアも買えないっていう状況かもしれないですけど、まあ、質問者の方がそのどの辺におられるのかなんだよね。そうですね、あのベイトリールに関わる連動が、うん、現地がどれぐらいかでも話全く変わってくるんだけど、まあ、あの中村光弘さんごめんなさいね、僕は一通り今日見に来てる皆さんを、ソルトのソルトライトのベイトフィネスの観点で見たときにビギナーさんだと思って喋りますので、基本はもし違ってても、そこはごめんなさいね。そう思って喋らないと大勢の方の参考にならないので、はい、じゃ僕もそのつもりで答えます。1、2メーターの飛距離しか変わらないんだったら全然値段を考えてもアルファスの方がいいじゃんって話です。その通りです。それで OK です。 OK チキューさんも OK。うん、あ、ただその人多分スティーズ CT 持ってるんじゃないですかね。 CT かエアを、あ、いや、スティーズ CT を持ってるから CT の可変スプールだけ買って安く済ませたいか、うん、そのアルファスエアを新たに購入したいかっていう話になるかなと思ってたんで。あ、じゃあチキューさんそこ語って、スティーズ CT に可変スプール入れたやつとアルファスエアの吊り下げ機とどう。
あ、ですからさっき言った通りなんですよ。あの、ピーキーになる。軽い方になるとね。なるほど。うん、だけど、うん、だけど、あの、単純に性能を求めてるんだったら、安く済ませるんだったら可変スプルっていうのもありかなと。今、CT 持ってるという前提で言いますけどね。ああ、スプルだけ買えばいいじゃんって話になるから。そう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 。なるほどね。うん、可変スプールいくら ?1 万2、3000円。そんなもんです。なるほどね。で、あとはその可変スプールを組んだマシンに自分が慣れればいいだけって話になるわけね。そう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 。なるほど。うん、はい、わかりました。じゃあ次いきますね。竹下総一郎さんかな。KTF のは、スティーズエア用の可変スプールは、あ、つまりこれ可変スプールはってことね。アルフェスエアにも対応となってるみたいですね。純正スプールもシム調整のみで対応ってことなんですかねっていうこと。これは地球さんどう？自分も可変スプール、あの、エア用の可変スプール買ったんですけどね。アルファスエアにも対応となってる。ええ、うん。で、うん。多分、さらに軽くなってるんですよ。純正のスプールから。ほうほうほう。で、多分そこのところでブレーキのセッティングがそれほどピーキーにならずに済んでるのかなと思ってるぐらいですかね。うん、でも、やっぱりアルファスにつけた場合とスティーズにつけた場合だと多分ちょっと特性が変わると思うんで、ちょっと今のところははっきりしたことは言えないかな。うん、なるほどね。ええ、これは修正さんもさすがに可変まで組んではないんだよね。いや、俺もスティーズエアの可変は持ってて使ってるんですけど。それをアルファスで試してみた？まだなんですよ。全然試してないよね。はい、まだこれはちょっと、まだ報告します。はい、ただですね、うん、まあ、スティーズとアルファスの外観の比較動画を出してて、うん、そこで見ると、やっぱそのスティーズとアルファスのブレーキ側ですね、ブレーキ側の磁石が違うんですよ。そもそもの。素材というか。で、それであって、スティーズエアの可変スプールは両方とも対応ですよっていうことは、多分シム調整だけで、スティーズとアルファスのスプールの、インダクトローターの出を調整してるだけっていう気は俺もしてます。多分、そもそもこのエアキーそのものが、ね、KTF の沢村さんが軸になってで作ってるから、ダイワさんそのもので、そうですね、はい、うん、だからもう当然そういうふうにしてあるはずなんでね、だと思います。うん、そこはややこしいことはしてないと思うね。うん、はい、じゃあ次の方の質問ですけど、野高さん、アルファスのドラグを緩くしてるとスタードラグも緩くなって、中指をスタードラグにかけてクラッチを戻そうとするとスタードラグが回って戻らないんです。はい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 。あドラクリックがついてないからね。そう、僕がツイッターで文句言ってたやつですね、スティーズで。あ、そこペイさんちょっと語って。要はあのアジングとか、まあ、ボートでやってると当然結構ドラグズルズルにするんですけど、うんうん、クリック、スタードラグのクリッカーついてないと簡単に設定ずれちゃうんですよ。でクラッチ切ってる状態からじゃあ指引っ掛けて回そうとしても当然引っかかりがないんで、毎回ずれちゃうんですよね、設定が。これですよね。これですよね。なるほど。クリッカーついてないがために、そこの設定がすごくあやふやになっちゃうってこと？そうなんですよ。で、僕はまあ、それが嫌だったんで、まあ、中開けると、クリックの機能はついてるんですよ。ギザギザは入ってるんで。あ、そう。なんで、普通にダイワさんの他の部品取ってくれば、まあ、音は、まあ、ちょっと今これ、出ますかね。うん、これで音は普通にこういう風に出るようになるんですよね。なるほど。これは別に全然そんな改造っていうほどの改造じゃないんで、うん、まあ、気になる方は直してみてもいいかなっていう感じですけど。あ、じゃあちょっとそこでいいですか？聞きたい。いや、ペイさん、そこドラグ音の調整を されると、はい、ガチガチになるじゃないですか。なんですかね、ドラグの調整幅がちっちゃくなるって言われるんですかね、スタードラグ内の。あ、ストロークが取れなくなるの？そうそうそう。で、俺そこで、Amazon で、
薄いワッシャー買って差し替えました。ああそうです、僕もそうやってますよ。一緒ですね。あの結局スプリングワッシャーっていうか、あのなんですか、ハの字のワッシャーの奥次についてるやつが厚いままだと、そう、いじれなくなっちゃうんですよね。うん、うん、そう、すみません、その話をちょっと追記で入れとったらよかったかなと思って今。ああそうですね、そこ確かに注意必要ですね。いじらないとおかしくなっちゃうんで。なるほど。このドラッグピッカーとドラッグ性能とそこら辺のチューニングの仕方みたいな話が今なってるんで、これはまたね、あの会を設けてやりましょう。はい、はい、あの全くそれちんぷんかんぷんの方もいらっしゃるはずなんでこういうのは時間かけてるとりあえずそこの話題はそれまでとして、はい、ヒロブルースさん、これ地球さんちょっと答えて差し上げてください。はい、あのエンジニアらしい答えが聞けると思って来たんですけどヒロブルースさんが28ミリスプーンの音景がでかいんですかねって。うん、でかいと思いますよ。やっぱりなぜ20ミリ、メーカーの出す、なぜ30ミリと28ミリでそんなことが違ってくるのかを少し分かりやすくこう教えてほしいんです。はい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 、はい、要は回転半径が大きければ大きくなるほど、完成力っていうのは大きくなっちゃうんですよね。なるほど、当然ね、はいはい、でその時にですね、一番問題になるのはだったら軽くすればいいんじゃないかっていう話になるんですけど、スプールの、うん、なんていうんですかね、強度を考えるとそこまで薄くしたりとか軽くしたりってできないんですよね。すぐ歪んじゃうもんね。だから小さくすることで、もうある程度の強度までいっちゃったら今度は小さくすることでしか完成力を小さくすることができない。つまり30ミリが28ミリ、わずか2ミリスプールの直径が小さくなっただけで軽いものが非常に投げやすくなったってことですね。そういうことです。あのスプールを何グラムも軽くするよりも、と同じ効果が同じ強度で出せるようになったってことですね。これね、スピニングしか触ったことない人はね、全くピンとこないのよ。で、そう思って見ていらっしゃる皆さんにね、僕がちょっとだけアドバイスします。五円玉に糸つけて10センチのリーダーで五円玉こう振り回してみてください。でこれを1メーターにして振り回して、同じ五円玉なのにどれくらい重さいや抵抗や圧力が変わってくるか分かる。まあ、それも一つはね、そのわずか2ミリこの差が違うだけで何が起きるかっていう、その物理のこう基本的なことが体感できると思うのね。だから地球さんが今言ってるのは、わずか2ミリの差でその回転するものに対して その遠心力と慣性の強さっていうのが、2ミリちっちゃければ小さくなるからオーバー、なんだバックラッシュしにくくなるというか、完成力、うん、回しやすくなるんですけどね。うんうん、あともう一つは、うん、30ミリの方は CT スプール、あ、SV スプールなんで、やっぱ強度重視でさらにこう重くなってもいいから、うん、なんていうんでしょうか、強度増してるんですよね。ここでね、じゃあついでにもう一つ皆さんに教えてあげてください。SV がついてるスプールとついてないスプールは何が違う？SV って書いてあるスプールと書いてないスプールとあるわけでしょ。うん、あ、俺が答えるっていうか。あ、そう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 。うん。SV スプールってついているのは、うん、スーパーバーサタイルって代表が言ってますけれど、うん、要は、軽いものから、かなり重いものまで投げられたり、しかも太い糸を使って、うん、強引なものができ、強引な釣りまでできる。従来のベイトフィネスと、従来のベイトリールとのいいとこ取りというか、その中間を割るような形になってるんですよね。なるほどね。その分、求められる強度っていうのがすごく大きくなってる。スプールに求める強度が、ね。今のちょっと簡単に整理すると、アルファスエアー SV って書いてあるでしょ。アルファスエアーはエアーだけですね。SV じゃない。CT の方が SV ですね。うん、CT が SV ね。はいはい、SV スプールはアルファスやスティーズエアやアルファスエアのスプールよりも強いってごついってことね。そうです。分厚かったり、はい、うん、でその分重い分慣性がつきやすいんだけど、そのキャストウェイトの幅が広く使えるってこと。そういうことです ね、はい、まあ、こういう基本的なことがね、まだまだ初めて耳にする人も多いので、うん、まあ、ひとまずそこを答えてもらいました。
これはやってる人がいますね。ヒロ君04103っていう人は 0.3g ジグヘッドでワーム込み、総重量 0.7g、ブレーキ7でコンスタントに 10m でキャストできました。中世さん。そうですね。総重量 0.7 と結構デカめなワームですよね、これ。ワームが結構重たいね、これね。重ためですね。これ10メーターって飛距離どう思う？正直なとこ、修正。03と 0.7 でワームがまあまあ大きいんで、もうちょっと飛ぶと思います、正直。どれくらい行くと思う？まあ、15メーター、まあ15メーターまで行ったら、おんのじ13、4メーターぐらいは行くでしょうね。じゃあもう4、5メーターは伸びる可能性あるってことね。伸びると思います。ブレーキがですね、多分7なんで、もう1個落とせますね。ブレーキを6ぐらいにできして。できると思います。ロットもだけど、ちょっと、いるよね、それ。あ、いりますね。多分、ね、ロットは大事です。あ、ここ、この世界になってくると、今度はロットが関わってくるからね。うん、そうですね。なんで、ただ、そう、このロットの話も今日ちょっとしたかったんですけど、うん、今後、まあ、いろんなフィネス、サビア以下、サビアとかサビオ以下のフィネスのロットも出ると思うんですけど、うん、ただ、このアルファスによってですね、従来の今までちょっといまいちだったなって思ってたロットも使えるようになるんじゃないかなと思って。間違いない、間違いない。それもそう思ってる。うん、ですよね。だからベイトリールの方で、ロットの弱さをしばらくカバーできる、うん、フォローしてくれるすげえリールなんじゃないかなと思ってるんで、もうすごく言いたいことがある。で俺なんかもうね、何度も言うけど、ダイワのね、そのリールの方の製造責任の僕の窓口になってくれる人てる人ともう2年3年ぐらいもうずっとこの件の話してるんで、はい、先読みしてるからこういうセーラという竿が先に作れちゃうもん。いやそれりょうさん俺いくらでも広島行くんで投げさせてもらっていいですか。うん、おいでよ。行きます。でもうこういうのはもうこれはまあ 5.2 フィートなんだけど、でケイリロットってはっきり言ってそのアルファスやストリームカスタムで1グラムなんかをトリックキャストもできてたの。はい。ショートディスタンスならね。はい。で、軽量ロットって本当にこんなだから。ピカピカ、はい、でも我々ソルトでやる人間は、さすがに軽量ロットだと、例えば、カサゴが25センチで超えたやつを物の中からこう、引っ張り出そうとすると、全然浮かないのよ。はいはい。そういうパワーはないんだよ、軽量ロットのバットってのは。うん。だから、こういうサボは、そこも見据えつつ、ね、例えばアジングのことも考えると、こう作らなきゃならないなっていう竿が先行して、取り組んでたんだけど、まあ、リールの方が先出ちゃったって感じ。まあでも修正さんが言ったように今までちょっと厳しかった竿が間違いなくある程度一定量で使えるようになるっていうのはもう間違いないからね。そうですね。なんで、うん、正直アルファスエアを買って、うん、で竿はまあ当然いい竿を変えれば一番ベストですけど、うん、ちょっと古い方の竿で練習するっていう選択肢も俺ありなんじゃないかなってちょっと思う。ありあり、絶対あり。で、うん、そこでそういうことをしようかなと思ってる今日ね、200人の方のうちの何人かの方思ってらっしゃるはずだから、そこへ僕がアドバイスするんですけど、無理に 0.5g とか 1g 投げようと思わない方がいい。うん、うん、その手の、とりあえずアルファスエア買いました。サオはまあ今までのやつでやりますよって言ったら、やっぱり1グラム以上、2グラムぐらいでね、まずはとにかくとことん練習してもらう方が、先々につながっていくなとは思いますね。ペイさん何使ってんの、サオ？僕ですか？うん、これ今は正直軽量ロットが多いですね。巻物なんで着底しない、うん、シーンだったら軽量ロットをやっぱ使ってることが多いんで。これも間違いないね。巻きの釣りだったら全然いいもんね。今だから使ってるのはブランシエラと、あと、うん、アングロさんのソブリン5253か、あの辺ですね。だから元々がまあソブリンの方は結構デカめのトラウトまで釣れるロットなんで、ほうほうほう、結構でかいのかけちゃってもなんとかなるっていう。ただ先はグラスなんで投げやすいですね。なるほど、ね。本当、うん、今のこの
ロットで練習っていう意味での話ですけど、僕がここ最近すごく思ったのは、まあ、最初から、ね、いいロットを買うっていうのはもちろんいいんですけど、まあ、もし本当にキャスティングを楽しんで練習するっていうんであれば、安いグラスロットっていうのは僕はありだと思うんですよ。やっぱリリースタイミングすごい分かりやすいんで、グラスありだよね。本当にフリップするにしてもピッチングするにしても本当オーバーヘッドするにしてもやっぱしなって重量を感じるっていうのはやっぱ一番最初かなり必要だと思うんで、あのまあ亡くなられちゃったね、あの本山博之さんはじめ、あと福岡 の、 あのキャスティングというお店 の、 あのホームページの中で、あの渓流でスパンスパンフリップで投げてる金髪のおじ様が、はい、いるけど、あの人なんかあの完全にグラスソリッドだもんね、使ってるのが。そうですね、もうあれ見てね、同じことが要はボートでできればメバルは釣れるなっての真剣にやってたんですけど。そう、わかりました。先ほどのお名前なんだったっけ、あ、10メーター、飛距離10メーターの方はね、ちょっとそこ、あ、まだまだあと 4、5メーターは伸ばせるようですので、いろいろね、考えながらちょっとトライしてみてください。あ、ヒロ君さんね。その所属されるのがフィッシュマンブランクス、あ、ヒロ君さん続き書いてる、うん、その所属、地球さんが言ってたその所属をさらに上乗せするのがフィッシュマンブランクスってことですねっていうような書き方されてる、うん、そうですね、そうね、間違いなくあのスプールをしっかり回せるんですよ、あのブランクのね、うん、巻きによって、うん、村瀬修司さん、修正さんのツイッターで紹介されていたルアー&フックキーパー購入させていただきましたありがとうございます、うん、あれはいいですよ、本当に。本当、俺見てないから見とこう。あ、お願いします。いや、実はですね、ちょっとこの話せっかくなんで振ってもらったんで、はいはい、俺のその YouTube 出したりとか Twitter で、アルファスウェア買おうと思うんですけど、上は上限何グラムまで投げれますかっていう人もいるんですよ。上限聞きたいね。上限聞きたい。で、これは動画にする予定なんで、また見てもらいたいんですけど、説明書にね、書いてあるんですよ。15グラムまでだよって。15グラムって書いてあるんだ、あれ。メーカーが、ちょっと待ってよ、メーカーが15グラムまでって書くってことは、はい、相当割り引いた数字しか書かないからね、メーカー。あ、もちろん、もちろん。ただ、ただ、OK じゃない。そう、ただ、そうは言っても、メーカーとしては、そのスプールに圧がかかるんで、フィネスリールは全部ですね、説明書に何ポンド、ラインは何ポンドまで、ルアーは15グラムまでって書いてあるんですよ。なん書いてあるよね、壊れる。そうで、それを書いてあるのを多分みんな読んでなくて。っていうことであれば、じゃあこのフックキーパーを実は紹介したのは、うん、リールにルアーを引っ掛けて持ち運ぶ人がいるじゃないですか。ああ、いるね。はい。で、まあ、そうすると、メーカーの説明書にそれはやめてねって実は書いてあって。じゃあそういうのを対応するにはこういう商品があるんでおすすめですよっていうので作ったんで、説明書読もうねっていうのが言いたい。まだ説明書読みましょう。はい、ありがとう。はい、吉井さんかな、修正さんの動画の検証見てて、8台のベイトフィネスリールのカスタムしようと思ってたのやめましたいや、もうあれ箱から出してですね、アルファス買った方がいいですよ、うん、ってあ、この質問ね、かなり分かってる人の質問だけど、これ地球さん、はいはい、達也宇賀さん、エアーの可変スプールとの比較も気になりますが、あとはローター固定したらどうなるか気になります、うん、それなんですよね。自分もね、うん、これ、ライトソルトに関しては、ローターを固定した方がいいんじゃないかなというのはね、かなり気になってて、まあ、いずれちょっと実験しようと考えてるんですね。うん、ね、これ、本当に、コロンブスの卵でね、本山さんが始めたんだけどね、ローター固定しちゃった方が逆に軽いものは投げやすいぞっていうのがね、まあ、ここ今後のまた一つは実験材料ではあるよね。ちょっとまあ、それについてあれなんですけど、さっき言ったみたいに、このローターが出たときと出ないときでブレーキ威力の差が出るわけなんですけれど、バスってこれをうまいこと使っていて、要は近距離だったらピッチングで投げるから、そういうような投げ方のときにはローターが出ない、でフルキャストするときにはローターが出て、その
しっかり聞いて後半は聞かないっていうような形になるんですけど、はい、あの軽流をやる人とか自分たちライトソルトとかは、うん、あのピッチングを使わずにキャストで中距離を投げるっていうケースが多いんですけれ ど、 なるほ ど、 なるほど、その時にローターが出たり出なかったりするっていうのが結構問題になるみたいなんですね、うんうん、いきなりブレーキを効いたりとか効かなかったりとかっていう、出っ放しで調整した方が楽だもんね、そこはね。そうなんですよ、実は、うん、中距離をメインにするとつまりローターってそこら辺があるんで、うん、あのローター固定の方がいいかなと思ってるところもあります、ね、それがあるから一時そのアルファスエアストリームカスタムを押してたわけで、あれしかなかったんですよね、で基本的にその自分でいろいろなこんなことして案内してチューンするっていうのはこれマニアの世界だから、僕の立場ではもうあくまでもリールだなんだろう、釣り下げで普通に使えるようになかった道具じゃないと思ってるの俺は、一般に言うとすると、だけど残念なことに海水対応じゃないんで、ね、あれは。わかりました。まあ、そこの世界はまたね、熱心な人が研究していくでしょう。大西慎一さん、スパチャありがとうございます。念願かなって購入した 86L について非常に参考になります。レオンさん、ありがとうございます。86L って何だろう、これ。ビームスのフィッシュマンのやつですね。ローワーじゃないですか。ローワー 86L じゃないですか。ああ、なるほど。軽くて長くてパワーありそうでいい素材ですね。なかなか良さそう。86L はあの磯で持ってってメバルとかすげえいいんじゃないかなと思うんですけど、ね。ああ、そんな感じね。なるほど、なるほど。俺のとこじゃ8フィート切ったやつ今作ってるけどね。ああ、はいはい、あれは見たいですね。うん、ボートでも磯メバルでも両方やれるようにって考えてるのよ。あんま、ずいぶん悩んだんだけどね、8フィートを超えるようにしようかどうしようか悩んだんだけど、いろいろ考えた末、やっぱりそう、みんなが何本も何本もいろんな種類の差を変えるわけじゃないから、一発目はやっぱりこうバーサタイルなことをやっぱ考えなきゃいけないな。で、結果的に、710になったんだけどね、レングスが。両方ある程度できるよ。ただ、みんなが思ってるイメージよりちょっと強いかもしれない。で1オンス投げれちゃうんで全然。ああ、なるほど。ただ、フィッシュマンプランクの一つの特徴でもある、非常にあの、竿全体がしなるように作ってあるので、1オンスが投げるのに、投げれるのに3グラム普通に投げれちゃう。まあ、そういうバーサタイルです。まあ、余談でした。斎藤裕二さん、アルファスエア買いました。インテ 64UL にて1グラム快適です。サビオで次は試します。KTF のフィネスプール可変も注文済み。もうね、ベイトクレイジーになっちゃってるよね、斎藤さん。オッカー和志さん、ベイトフィネス未経験者、初心者です。配信を見て、明日にでもベイトフィネスタックル揃えたいと思ってしまってるんですが、心配があります。闇夜だと着水が分からずに、サミングのタイミングが遅れてバックラッシュしてしまいそうなんですが、サミングできなくてもバックラッシュしないんでしょうか、また対策あれば教えてもらえないでしょうか。これは夜のボートで難しいところで一生懸命投げてるペイさん答えてあげてください。はい。ですね、当然サミングは残念ながら必要になります。ただ、これは結局昼間にやっぱ練習をある程度しないとダメな部類だと思うんですよ。最初から夜に行っても当然練習にもならないし、トラブルばっかりで全然話にならなくなっちゃって、辛いだけなんで、まずは昼間頑張って投げ込んでもらって、着水のタイミング、どのぐらいの強さで投げれば、どんだけ飛んで何秒で着水するかっていうのは、もう体にもう染み込ませるしかないんですね。それができるようになってくると、闇夜で投げても、その力であるとか、スプールの音とかでもうすぐに止められる。ただ、僕もまあきちんと測ったわけじゃないですけど、やっぱり闇夜で、本当に真っ暗なところで投げるときは、多少早めにサミングするっていうふうには、やっぱなっちゃいますよね。同じようには、ひょっとしたらできないのかもしれないです。なるほど。ちょっと、マージン取ってるって部分はありますね。はい。岡さんね、これ、僕はまた別の視点でね、この問題についてアドバイスするんですけど、僕はね、アルファスエアも、アルファスエア、ストリームカスタムも、スティーズ CT も、全部今使ってるんですけど、考え方が違うんですよ、僕、全然。で、僕が YouTube にアップしてるインクステレビの動画の中にね、あるんですけど、アゴメタルの2グラムとか3グラムを、ね、サビオで投げてんだけど、サビオはグリップ長いから、ダブルハンドのグリップになって。これで、
バシッとフルキャストしてリールから手を離してるの、わざと。つまりノーサミングって。ほら、バーンって右手離して、ほら全然糸浮かないでしょ。これ何かとブレーキ締めてんだよ、簡単に言えば。だから1、みんなが1グラムをベイトで投げてるから自分も1グラム投げようというふうに考えると、暗闇の中で、ね、さっきペイさんが言ったように、サミングのタイミングや飛距離や、その他着水まで の時間等々を体に叩き込まないと非常に難しいことになるんだけど、逆に僕みたいに1グラムを捨てて2グラムとか3グラムでとりあえず体になじませることを考えたら、全然サミングなんていらないね、今時の非常に優れた機種、スティーズ CT とかだと。だから僕はね、逆方向からの練習もありだと思って、もうとにかく3グラムなら3グラム統一して、バーシーッとフルキャストして、リールから手を離して、グリップエンド左手で持ってても、バックラッシュしないくらいのブレーキ調整しておく方法だってあるんですよ。で、これを体に叩き込むとね、真横の風だろうが、強い逆風だろうが、パワーキャストができる、バシーンって。でも釣りの現場ではね、そういう投げ方も必要になるので、あまり軽いところばっかりに意識をね、持っていってほしくないなっていうのはあります。ただ、軽いところで、どうしても1グラムでないと釣りにならないみたいな場面だって必ずあるので、それを到達するには、これはペイさんが言われた通り、釣りに行って練習はできないです。絶対できない。人間釣りたい欲が勝ってしまうので、もう練習にならない。だからこれは練習のための時間をベイトの場合は絶対取らなきゃならないっていうのがもう、もう一番の僕アドバイスだと思ってます。ひたすら練習しましょう。まあ、あとそれで言うとですね、うん、釣れない時間ってあるじゃないですか。釣れない時間ある、うんうん、まあ、そこで普段スピニングを持ってって釣れないな、もうダメだな、釣れねえなと思ったらベイトに持ち替えて投げるっていう遊びもいいんじゃないかなって思っとって、ね、それもあるだよね、はい、うん、もうここ最近僕は全く魚が釣れんくってですねもうしまいにどうやって遠投しようかっていうので遠投ずっと遠投しますからね、釣り場で、うん、そんなのもまあありな、そういう楽しみ方もありなんじゃないかなと。いやー、まあ、その上達につれてそこはね、どんどん変わっていく世界でもあるので、うん、まあ、ただ最初はもうとにかくペイさん言った通りで、絶対に昼間に練習のためだけの練習からベイトを始めないと、現場に行って練習しようなんてこと考えてたら、もう手放すことになるんですよ、嫌になって、まあ、絶対心折れちゃいますからね、もう糸もなくなってお金もかかるし、うん、そういう人をもう何人も見てる。だってうちでサビを買ってもう手放した人って原因聞いてみたらそこだったの。あ悲しいことになっちゃうんですよ。だから僕はそこにものすごい神経使うわけ。なるほど。無理にそんなことする必要ないんですよ、釣りできるんだから。だから重たいところで練習してちゃんと投げれるようになっていく。で、1グラム投げたいなと思ってもぐっと我慢する。半年ぐらいはひたすら3グラムなら3グラムを投げ倒す。こっから入らないと僕はダメだなと思ってるんですよ、地球さんっていうか。今回緊急事態宣言ってどうせ釣り行けなかったじゃないですか確かにね。もうその間あれでしたよ、早朝散歩したついでに人のいない河原でこう散々ベイト練習してましたよ、ひたすら。ああ、もう全くその通りですよ、もうずっと練習でしたもん こういうタイミングで釣り行けないときに練習しちゃえばいいんですよそうこれがね、この概念はやってるから分かることなんですよ。でも今から始めようと思ってる人は全く分かんないからね、言っとくけど、よく考えてごらん。自分がスピニングしか使ってなかった時のことを考えて、これだけ地球さんにしてもペイさんにしてもシューセイさんにしてもベイトのベテランになってるのに、いまだにキャストの練習すんのよ。じゃあスピニングタックルで自粛期間でスピニングのキャスト練習しに行くかって話よ。しないよね、誰も。でもベイトだって必要でしょ、やっぱり、うん、こうそもそもそこの基礎概念がないのよ。でくじけちゃうのよ。うん、ではね、例えばフライフィッシング、あれも魚釣るところじゃないよね、最初。そうですね、投げられないですよ、ね。人が出ていかないもん。で、なぜくじけずにやれるかっつったら、そのフライラインがこうスムーズにきれいに、むち打つようにこう正面に出ていく様が、出来だしたら気持ちよくて気持ちよくて、楽しくて楽しくて、
続けられるわけじゃない。ところが、ライトソルトをやってて、アジとかメバル、行きさえすればある程度釣れるような魚釣ってて、で、ベイト始めると、そこに楽しみを見出せずに、投げれないことに対するもう自分の心が痛んじゃって、もういいって手放すっていうね、ちょっと不幸な形になってる人もね、ちょいちょい見受けるので、そこの意識改革みたいなところからね、入ってほしいなと思うんですよ。練習そのものが楽しいんだよという。矛盾してるっちゃ矛盾してますけど、ベイトフィネスを楽しみたいならベイトフィネスから入っちゃうときついってのは確かにあるんですよね。そう、いいこと言ったペイさん。普通にベイトから入りゃいいんだよね。そうなんですよ。ベイトの重さで入ってほしいですよ、ね。7グラム10グラム投げりゃいいんだよね。そうです。そう。いや、確かに俺も初めシーバスからでしたもんね。ベイト、うん、海のベイトは。考えたらそうなのよ。ただ宮角さんバスだもんね。そう。ただね、発信する側の立場に、ね、もう修正さんもこのとこずっと発信する側の立場に立ったじゃない、もう。そうですね。うん。で、発信する側の立場に立ったらね、ものを考えなきゃならないのはね、もう絶対そこなのよ。だから俺ずっと言ってんだよ、キーワードを。うん。ベイトとベイトフィネス、何が楽しいかって言ったら、魚釣る前にすでに楽しいんだよって言ってるんです。うん。それ何が楽しいのかって言ったら、キャストの練習そのものは楽しいし、練習すればするほどちょっとずつ上手くなっていく自分を体感できるわけよね。うん、スピニングのキャストが上手くなっていくのってそんなに如実に体感できないでしょ。気がついたらなんかフォームも綺麗になって、いいキャストができるようになってるなぐらいだけど、ベイトの場合は一日自分がこう、自分のキャスト技術が上がっていくのが実は体感できるじゃないですかね、ペイさん。そうですね、できること、今までできなかったことが、急にあるときできるようになってくると、本当楽しいですよね、それは。ね、うん、なんかそこを踏まえて、ね、やりたい、やってみようと思う方はね、ぜひ取り組んでほしいなと思います。はい、じゃあ次、ね、読んでいきましょう。宇賀達也さん、ローター固定についてお話ありがとうございました。初心者向けという趣旨に反してすいません。いやいや、そうじゃない、そうじゃないよ。達也さんはある程度分かってらっしゃると思ってんだけど、そうじゃない方に向けて、話してるんで大丈夫ですよ。ちょっとね、凝った質問してもらっても、それはそれは構わないです。コロコロこんにゃくさん、アルファセイヤ TW 買いました。お話聞いてると性能がすごく良くなった印象ですね。先代のアルファセイヤも持ってますが、売ったりして手放したくないんですよね。もう必要ないかもしれませんけどって。地球さんどう思う？っていうか、なんて言うんだろうな、例えば2グラム以上を使うんだったら、うん、十分使えるんですよ、従来のアルファスエアでもね。うん、で、例えばそのなんて言うんだろうな、別にあれなんですよ。メバル釣るのに、そんなに小さいリグを使う状況って実はないじゃないですか。使えればいいなと思ってるんだけれど。だから、十分予備機として使えると思うんですよね。うん、使えるよね。うん、俺なんか、地球さんと去年おととしも、横浜ボートメバルプラッキング行ったときに、サビアにつけてたリールって、スティーズ CT ですらないもんね。ああ、ですよね。ノーマルスティーズで投げてるもんね、俺。はいはいはい。で、ノーマルスティーズで投げるんだから、例えば、2.5 グラムぐらいの小さいプラグしか投げないもんね。うん。投げるのが、まあ、SPM の7号とか。7号とかね。そうなんですよね。アルファセイだったらもう SPM55 とか余裕で投げられますし、自分も散々アルデバラン BFS とかね、うん、そういったのが大きいので投げて。手放す必要ないね。やっぱりその日に釣りに行く自分の釣りを考えれば全然、先代のアルファセイエアも必要だし、普通のノーマルスティーズだって必要だし。むしろあれじゃないですか。B の 0.8 とか1号巻いといて、ね、やりたいときはそういうの使っちゃえばいいんじゃないですかね。うん、それで言うとですね、うん、アルファスエア、先代のアルファスエアはですね、他のフィネス機にはない特徴があるんですよ。お、いいね。何？スプールが、ね、穴開いてないんですよ、あれ。
あ、そう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 。うん、なんで強度が他の、ものに比べてあって、俺なんかは結構3グラムぐらいのか軽いリグ使ったあのチニングなんかでは安心感があるで、あれが好きなんですよね。おお、チニングなんかで粘、ね、ね、なしなんかがガンガン引っ張るけど、スプール変形したりはしない、大丈夫？あ、全然ないです、ないです。あの、ね、まあ、CT をね、持ってれば CT の方がいいとかっていう話になるかもしれないんですけど、うん、まあ、やっぱり3グラムぐらいの軽量になると、アルファスエアはやっぱり優秀なんで、うん、あれは本当にいいリーグですよ。別に手放すし、俺もまだ使って、現役で使ってますんで。なるほど。続いて、修正さんに質問が来てる。あ、はい。宇賀達也さん。はい。修正さんは逆にローターが動くことによるフォールのスムーズさも考慮するのではっていう質問。ああ、そうですね。そこはやっぱり一回僕も確認しなあかんなと思ってるところで。これスティーズエアでは圧倒的なそのフォールのスムーズさを語ってたよね。そうですね、はい。なんでアルファスではまだやってないんだ。いや、そこは一緒です、一緒です。アルファスもやりましたけど、うん、そこはまあほぼほぼもう本当誤差範囲で同じなんですよ。多分この方はですね、さっきのローター固定の話の続きだと思うんで、うん、なんでストリウムカスタムの話ですよね。これはどうなんだ、前のストリウムカスタムからの、あ、ローター固定の話だ。そうそう、うん、でストリウムカスタム俺もずっと使ってて、本当1グラムとか軽量リグ投げるにはもう最適解だと思ってたんですけど、うんうん、やっぱその固定して常にマグブレーキがかかってる状態でスプールが遅くも回転するっていうことで、まあそこが抵抗になって軽量リグがフォールが弱いなって思ってたところのスティーズエアだったんで、そこでうわっとなったよね、うん、そこで。そうなんでスティーズエアを、俺の使い方でスティーズエアとか28ミリパイをローター固定するとその良さが消えるんじゃないですかねっていう意味だと思うんですよ。あ、これ消える。アルファスやストリームカスタムはローター固定してあるから軽いもの投げれるんだけど、これで、ボートからアジングやってすぐ分かったのね。うん、です。落ちていかないんだ。そう。ただ、投げれても差し込んでいけないというね。そう。全然送らないといけないで、こうやって。そうです。本当そこが不満だったんで。なるほど、なるほど。俺の使い方なら、まあ、28ミリをわざわざローター固定することはねえなっていうのは、まあ、そうですね。その通りだと思うんです。じゃあ次に地球さん。はい。これ、三又さんなんだけど、前に村上春子さんがローターの厚みを削って調整するようなこと言ってたと思うんですが、ローター固定するのではなく、削った方がいいのかなみたいな。ね、これ、原理をご存じないと、うん、うまくいかないですよ。うん、そもそも、なぜ削る必要があるのかもわからないんだけど、それ、軽量化の意味なのかな。これ、一斉スプールで出たんですよ。ローター固定、ローターを軽量化したやつが。ほうほう、ああ、そうなんだ。うん、で、あとですね、これはどっかでせっかくなんで語りますけど、うん、アルファスエアのノーマルスプールと、KTF の、スプール、これ、ローターのですね、重量がだいぶ違います。まあ、ローター下がった。はい、下がってます、下がってます。なんで、まあ、やっぱりその面でも、フィネスっていう面で言うと違うんじゃないかなと。なるほど。ただ、これ、俺もですね、そこに目を向けて検証してないんで、うん、ちょっと正確には言えないんですけど、これはね、多分違うっていう数字を見せてもらったんで。ですね、このエアブレーキっていうブレーキは、うん、ローターの慣性力を利用してる関係で、うん、単純に軽くすればいいっていう話じゃなくって、軽くした場合はバネの強さも変えなきゃならないんですよ、うん。で、そういったようなところのバランスがすごい難しいもんですから、沢村さんみたいな人が入って調整してるんですね。そうね。うん。素人が簡単にその削ってとかなんとかっていうことやって、うまくいくような仕組みじゃないんで。村上さんだって、そこ分かってるからやれるやわけでね、うん。メーカーの人ですかね、あの人も。固定はね、もう単純に固定なんであれなんですけど、うんうんうん、これ動いてる状態のやつ、その可変、エアブレーキのやつを単純にブランク穴開けちゃったりとかすると、バランスが崩れちゃって変なことになっちゃうんで、あくまでこの、なんて言うんだろう、完全にその仕組みを理解した上でやるんなら、とにかく思いつきでやらない方がいいと思います。まあ、そりゃそうだ。思いつきでやれる世界ではない。うん、うん、
はい、野高さん、今までアルデバラン使ったので大丈夫でしたけど、アルファスだと闇堤防でドラグどれだけ出てるか分かんなくて潜られてしまいましたね。ペイさんどう思うこれ。まあ非常に気持ちお気持ちは分かりますね。まあ全くね、振動とかで感知できないわけじゃないんで、まあ、できなくもないですけど、やっぱまあ音はあった方がいいんで、僕も音つけてますけど。これはドラッグクリッカーを自分でつけたってこと？そうです、はい。これはなんか難しい？いや、やり方としては全然難しくないんですよ。本当に、めんどくさいっていうだけで、ただ、ダイワさんの場合は、機関部品が部品取りできないもんですから、うん、メインのドライブギアをちょっといじらなきゃいけない関係で、失敗しちゃうと、要は、リューターでいじんなきゃいけないんですよ、その、はまる部分を。で、買い直せないんで、まあ、他に3D プリンターとかでクリッカー作ってる人がいるんで、もしそういう商品が手に入るんだったら、そっちの方がいいとは思いますね。正直、いらないものを入れなきゃいけない、そのドラッグクリッカーをつけるためのイヤーワッシャー入れなきゃいけないんで、どうしてもシャフト長に対して厚みが出ちゃうんですね。でドラッグの調整範囲とかも変わっちゃうんで、下手に手は出さない方がいいと思います。相当めんどくさいんで。こうなるとあれだね、アルファスエアにドラッグクリッカーが欲しいっていう人はもう5万と出てくるから、誰かやはりこう専門、そこがちゃんとやれるお店ができてほしいね。そこに頼むとか。ね、そうですね。あとはまあ簡単にできる、まあ、チューニングパーツキットみたいなのが出てくれれば、ミナージングとかに使いやすくなるのかなとは思いますね。これ、しゅうせいさんもすでに密かに考えて、クリアブルーで出そうとかしてないよとして。クリアブルーではちょっと出せんと思うんですけどね。いや、俺のアルファスもスティーズもドラッグクリッカーはついてます。これはもう個人の人ですよね。ツイッターで知り合った個人の人に作ってもらいました。なるほどね。はい、これやる必要あるよ。でもいや、あると思うんですけどね。どうなんですかね。まあライブで話していい話か分かんないですけど。どういうこと？いや、そのダイワさんとの関係とかっていうのもあるんじゃないかなって思って。いやいや、まあそこはでも現実にドラッグクリッカーついてないんだから、うん、購入者が何とかして自分でドラッグクリッカーつけたいと思うのは当たり前だし、ダイワさんにその専用部品がないのも現実なんで、はい、そしたらどこかがね作るしかないじゃん。そう言っていただけるんであれば。いや、もう単純ですよ。そういうことだと僕は思う。うん。うん。だから、それが比較的そんなにね、資本がいらないとか、割合簡単に作れて、なおかつ、そんなにベテランでもない人が自分でクリッカー組めるような仕組みが作れるもんであれば、それは喜ぶよ、みんな。なるほど。うん。まあ、ちょっと考えましょう。また別の打ち合わせしましょう。そうですね、はい。で、地球さん。うん。ただ、根に潜るような魚はドラグ出さない方がいいですよ。うん、まあそうですね。確かにその通り。確かにその通り。いいこと言ったね、今。うん、でも、音が出るとやっぱり楽しいっていうのがね、まず一つあるんで。そこはありますね。っていうか、そうそう。だから、アジとかするんならさ、いいんだけどさ。うん、根に潜る魚はそもそもドラグは出しちゃダメよ、みたいな、ね。そうですね。それはありますね。それ、いいとこに気がついたね。あれ、野高さん、実はそうよ。僕も、カサゴ、メバル、コハタやるときは、フルドラグよ、いつも。出さない。特に闇旗なんて、うん、一瞬でも出したら終わりだよね、地球さん。本当に、うん、まあ。そういう意味では、せっかく太い糸が使っても飛距離が落ちにくいベイトを使うんで。そう、うん、そこでベイトの意味が出てくる。うん。うん、太い糸使ってやればいいですよね。なんか俺、根魚やって、ボトム攻めるのときは、だいたい P1 号だもん。うん、だから基本的に自分はドラッグクリッカー使う釣りはやってないんですよね、本当は。そう、ベイトではね、うん、P1 号使ってリーダーも2号とか 2.5 号とか、ものによっては3号までつけたりする。で、なぜ P1 号かって言ったら、これをリーダー 1.75 号とか2号つけることによって、港湾部の小魚を釣るための小型のルアーだったら、ほとんどフックを曲げて回収できるんだよね、地球さん。うん、そうなんですよね。そこ重要だと思ってるの、俺は。例えば、ゴッツンバイブの製品についてる、トリプルフックぐらいだったら、P1 号にリーダー2号だったら、回収できるんだよね。伸ばして、ね、できますからね。うん。そこも考えたときに、
フィネスだから闇雲にその細い糸使うっていう概念は俺はちょっと間違ってるところがあるんだと思う。アジングとなるとまたちょっと話は変わってくるんだけどね。そうですね。アジ以外の根魚で考えたら細くする必要ってほとんどないなと思う。ね。まあ、アジとボートぐらいですよね、うん。細くしてメリットがあるのは。そう。ちなみに、そうそう今日届いたアルパスやね、僕何巻いたかって言ったら 0.5 号。おー、はい、これですね。僕の一番加減なんですよ。04すら巻かなくなった。最初に、アルファスやストリームカスタムなんかに、ね、03とか入れたりいろいろしたんだけど、結局僕自身は 0.5 号に落ち着いちゃってる。うん。まあでも実際それぐらいが、ベイトで使う分には、安牌ですよね。安牌だよね。うん。この前もちょっと話しましたけど、あんまり細いの使うと、スプールエッジに噛んじゃって、ラインのダメージがでかすぎて、釣りにならんっていうことがあるんですよね。現場行ってそこをトラブって予備の糸がなかったら釣りやめて帰らなくちゃいけない、うん、そんなことするやったらもう P0608 使えよって話になっちゃうと思います、うん、ね3グラムぐらいのやつをフルキャストしてバックラッシュすると 0.45 は切れます。簡単に04切れるね。ええ、うん、ほんと切れる。だ銘柄にもよるんだけど、僕が05入れてるのはあれなんだよ、なんだっけ、一番高いやつリアルデシテックス。リアルデシテックスだ。だから、普通は、最近、君って使ってるのは、ボーンラッシュ。うん。ボーンラッシュだって、僕は06にしちゃってるんだよ。まあ、これがたまたま糸がちょっと余ってたんで 0.55 にしたけど、うん、04でだいぶ苦労して、これやめた方がいいなと思って、僕はね、個人的に04は使わなくなっちゃった。うん、まああくまでも僕はなんだけどね、この辺は。うん、はい、なんかないかな、アルファスだと、あ、ドラゴの話だな。まあでもドラゴの話で言ったらそうですよね、皆さんスピニングから入るじゃないですか、大体、ライトゲームって。いや、そう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 。うん、そうなるとやっぱりそのドラグオンっていうところで結構いろんな調整をする感覚が身についてるからやっぱり欲しいって思うんだろうなと思います。まあ、ある、うん、あればあった方がいいなって思っちゃうよ、誰でもね。ですね、うん、慣れてしまうとなくてもいいなになるんだけどね、うん、地球さんはなくてもいいな状態でやってんだよね。そうそうそう、ドラグ出さないんで、うん、ドラグ出すような釣りやるときはスピニング使っちゃう人なんで自分は、うん、なるほど。004の万事さん、まあ、質問じゃないんだけど、中古でアルファスエア買ってコロナ騒動以降ベイトリールを使い始めて練習してライントラブル軽減して釣れた時は嬉しかったですもう練習ありきの話だよ ね、 これねですね。いや間違いないです、うん、ある意味チャンスだったんですよ今回のやつは。本当チャンスだったね。始めるには良かったかもしれないですよね、うん。三又さん、ローターのことそうです。バネレートのこともそうですけど、厚みで磁力の関係はないでしょうかって。ありますよ。うん。厚みを変えちゃうと、発生する電力量が変わるんで、それによって発生する誘導、なんていうの、ブレーキ力が変わります。ほうほうほう。これ、フレミングの法則で発生した、やつなんで、中に入ってる胴体の量とそこを通ってる時速密度の変化量で決まりますんで、うん、ブレーキ力がローターを薄くしちゃうとブレーキが弱くなります。もう俺にはほぼほぼちんぷんかんぷんの話になってきて、うん冗談だけどね。まあでもそれで話すると普通にブレーキ力を下げたいんだったらダイヤル下げればいいじゃんって思っちゃうんですけど。そうそうそう、俺なんかはそういう考え方する。うん、俺もどっちかっていうとそうこうですよね、うん。まあ、ブレーキが下げれるように、ね、下げれるようにサミング練習すればそれで済むんじゃねえのっていうぐらいなもんかなって思っちゃうんですけど、ね。ちなみにですね、ブレーキ力を上げるためにローターの周りにアルミテープを巻くっていう人もいます。ほう、あー、へー。その分厚くなるんで、ブレーキが強くなります。綺麗に貼れるもんなの？綺麗に貼れるもんなのか。貼れるっていうか、まあ、ムラはできるかもしれないですけどね。嫌、うん、だ。ゾッとすると考えたら自分でやろうと思った。アルファスとかに入ってる、
フェライト系の磁石って粘度が、うん、何年も経つとね弱くなってくるんですよ、だんだん。え、磁力が？磁力が。おお。え、あれガウスってなくなっていくもんなの、だんだん。そうです、そうです。おお。それを補うっていう方法でそういうのは使えますね。レベルするんだ、やっぱり磁力。なるほど、ね。コロコロこんにゃくさんが回答ありがとうございます。先代のアルファスエア、これからも大事に使っていきます。愛着もあるのですっきりしましたって。愛着もあるのを使うのがいいです。ですね。うん。斉藤裕二さんはベイトでアジングやりたいのでドラッグクリッカー欲しいです。メバル釣りにはいりませんって。うん、そうなりますね。そうなるね。うん。あ、これ面白いな。野高さん、こっちだと味狙いで50アップのアイナメとか40アップのべっ甲がかかるんですよね。だもんで、細糸でそいつらと戦う必要あるんで、ドラグ使う必要あるんですって。うん、味狙ってて、でかい魚かけたときに、ドラグ使う必要があるから、クリッカーがやっぱり欲しいなって話。うん。うん、まあ、例外的な話だよね。そこまでいくとね。ねえ、例えば僕も長いことね、その、まだアジングっていう名前がつく前から、ずっとアジングやってるけど、べっ甲層のアイナメもかかったことないもんね。やられるのはシーバスか。そうですね。シーバスはよくやられますね。音も釣ってて、デカカサゴか、まれにキジハタ来たぐらい。ああ、アコはありますね。アコはある。うん。うん、まあ例外的な話ですね、これはね。ただ結構アジングやっててベイトで、まあその時もうしょうがないんでスプールを抑えて、うん、でブレーキそのスタート力ガガガガと巻いて取れたことも何回かあるんで、うん、まあそこの部分は慣れというか、まあ確かに例外的な話かなと思いますね。これね、野高さんね、アジング戦火でやってる人たちから言わせると、多分だよ。何度かその辺の話も聞いたことあるんで。もうね、アジング専門でやってる人から見ると、どうでもいい話になってるんだよね、ここ。一切いらないっていうもん、彼ら。アジ狙ってて、アジ以外の魚が、ちょっと大きい魚がヒットするのは、もうどうでもいいって、そんなもんもう、切られるも何も全く考えないって言ってたね。だからこそ、0.015とかなんか細いとかあるじゃないの。はいはいはい。使ったりして、ちょっと大きい魚かかったらどうするのって、プチッと切られるでしょって言ったら、だから何って言われるんで。だから、そこはもう自分の中ではっきりさせた方がいいような気がするな。うん。まあでも、需要はあるってことですね、やっぱクリッカーは。これは一人ずつお聞きしたいですね。いい質問なんで。中村光弘さんですけど、皆さんがおすすめの PE ラインを教えてください。メバリングとアジングで使用です。これは修正さんから、じゃあ。僕はもうアーマード F プロを散々押してますんで。アーマード F プロの何号ぐらいですね。03? アジングは03です。メバルは？メバルになると04とか05ぐらいとか、あ、06か。06今、スティーズ CT の可変につけてるのは06っすね。おうおう。で、俺とそれ以上になると今度は普通の PE の方が楽なんで、うん、それはあれです、サンラインのライトゲームとかの PE って言ってます。ここで僕が追っかけて質問。なぜアーマード F プロ？これですね、アーマード F は、まあ、普通の P が、0.97 の比重で、アーマード F は1.0 の比重なんで、ちょっと重いんですよ。うん、で、ここで、まあ、軽量リグを落とすと、うん、ってなるときに、1っていうこの比重が便利になってくるんで、アーマード F ですね。なるほど。で、あと、これ結構いろんなブログとか紹介のところで、ラインローラーに、コーティング剤がかかって嫌だっていうのを見るんですけど、ああ、はい、スピニングで使うと、まあ、そもそもベイトにラインローラーないんで、この辺がすごいベイト向きっていうか、ベイト用の糸なんじゃねえかなっていうぐらい。そこすっごい面白い、今聞いてて。あ、そうですか。だってそのアーマード、F プロだっけ、はい、正確には名前、はい、
僕が、まあ、1回しか使ってないの、ええ、で使わなくなった理由はまさしく今言ったことも含めてなんだけど、はい、それスピニングの話なんだよね。そうですね。だけど人間って面白いもんでスピニングでそんな目にあってもう使わないと思ったらベイトではもう発想できないんだよ。もう嫌な先立っちゃってるんで。なるほどなるほど。だからすごく今のアドバイスはいいアドバイスで、ベイトだと関係ないよね本当に。もう全然関係ないです。で、まあ、うん、そもそもあとベイトだとサミングをどうしてもするんで、うん、そのコーティングのおかげでサミングで指で触っても糸が痛みにくいっていう気もしてるんで。手がガサガサだとピーほどけるからね。そうですね。うん、それが少ない。まあ、うん、もう本当コーティングピーは大好きです。大好物。なるほどね。これ、線形とラインの強さ、強力との関係で言うと、はい、僕なんか使ってる普通の PE よりも線形で比べたら強度はやっぱ落ちるじゃない。ああ、みたいですね。そう聞いてます。実際計測したらすぐ分かるんだけどね、はい、だけど例えばアジメバル一般の公安部で釣る小魚を考えたらその強度も全く問題ない。まあないですね。今まで一回も、はい、切られたことはないですね。シーバス、ね、60ぐらいのシーバスでも、フルドラグで0-3で戦えます。おお、これはいい情報です。ペイさんは何使ってるんですか？僕は、まあ、ボート、まずボートだと、うん、シューセイさんと同じですね。アーマード F プロの僕は 0.25 になりますね。おお。何ですか？まあなんすか？ターゲット、ターゲット。ターゲットはやっぱアジメバルですね。0.25、かなり細いよね。細いですね、はい。うん。何かベイトで使ってて不具合とかは？いや、特別ないですよ。そんなにバックラッシュに弱いっていうこともそんなないですし、うん、まあやっぱりあとはまあどうしても使いたい理由っていうのはその風と、あとは水なじみですよね。なるほど。うん。で、おかっぱりになると、まあ、みんなあんまりっていう、オードラゴンになりますね、僕は。あ、なぜ？やっぱり、コーヒー銃っていうところと、あと、皆さんがよくブチブチ切れるっていうんですけど、僕、そんな切れたことほとんどないんですよ。うん。やっぱ FG、これ、僕がやってるやり方がどうなのかちょっとわかんないですけど、FG の編み込み回数、僕、かなり編んでるんですね。要は、結束部分を。あ、で、これで、本当に、まあノートラブルとまでは言わね、大口は叩かないですけど、本当にみんなが切れるっていうのはすごい不思議なんですよね。全然もう切れないんで。アーマードプロの話ね。あ、じゃなくてこれは今オードラゴンの。オードラゴンの話。ええ。ああ、なるほど。よく切れるって言うんですけど、僕はほとんど切れたってことがないんで。俺ずっともう発売されてから気に入ってずっと使ってるけど、俺もイメージないよ、切れるっていう。なんかみんなダメだって言うけど、なんでかなと思って。なんでかな。なんですか。いや、俺もオードラゴンは使いましたけど、うん、俺は逆にオードラゴンは切れる派です。あ、切れる。うん、根掛かりした時に外す時に、うん、同じそのぐらいに引っ張った時にオードラゴンはメインラインからプチって切れたりっていうことがあるんで。それはどの辺で切れてるの？あ、もう結束じゃないところですね。メインラインの途中で。ノットのちょっと上とかじゃなくて、もう中間地点に切れちゃう。中間地点ぐらいです。もうそれこそ手元ぐらいで切れたりもあるんで。そう、なんか、ちょっともしかしたら製品によって幅があるんかなって思ったりもするんですけど。どこのラインメーカーさんのでもそうだけど、作るときは1000メーターとか作るわけさ。はい。で、やっぱり、その、よく作られた糸っていうのは、その1000メーターの間のばらつきがないのよね。はいはい。でも、まあ、あまり信頼が受けない、例えば海外ラインなんかだと、はい、今使ってる部分はめちゃくちゃ強くても、その隣はめちゃくちゃ弱かったり、こうデコボコが波がある。まあまあ、うん。ひょっとすると、オードラゴンの製造の工程で、まあ、そういうちょっと瑕疵に近いようなことがあるかもしれないね。そうですね。というかね、オードラゴンって、同じ太さだと通常の PE よりは弱いんで、その分リーダーは細くしないとリーダー側が切れませんよ。うん。それはそう思いますね、うんうん。そこはもうリアルディスティックスなんかと比べたら同じ太さでも倍ぐらい強度が違ったように感じるくらい、うん、ただ値段が安いからね、使ってんだけど。なるほどね。あとサンラインが結構良さそうなコーヒー銃を今作っとってですね。なるほど。なんかバス用で出てたんですけど 0.5 号までしかないんで、もうちょい
細いのを出してくれたら嬉しいな。ね、ラインの世界もそのコーヒー場ラインっていうのが一つは夢の世界で、どっかで本当に使えるものが出てほしいよね。欲しいですね。ね、どうも俺コーティングタイプが今までのやつが全部使ってみてどうしても気に入らないのよ。ああ。本当に普通のP になっちゃってる四つ網のね。地球さん、次地球さんかな、使ってみたい話。はいはい、うん、自分は、あれですね、四つ網のアップグレードでしたっけ、アップグレード。X4 と、うん、X4 の4本寄りの方ですけど。はい、あ、4本の方ね。自分はね、の 0.6 とか 0.8 とかですね、うん、ボトムメインだと 0.8、プラグだと 0.6 とかっていうのが多いかな。ほぼ僕と一緒だね。僕もアップグレード。ただし僕はだ、8本寄りなんで。X8 ですね。キーキー言うのがどうしても嫌で。ああ自分ってほら、冬でも素手でやる人間じゃないですか。うん。で、冬にやってるとちょっと指先が荒れるだけで、8本寄りだと引っかかるんですよね。ああ。それは地球、それがないんですよ、ね、4本寄りって。地球さんは俺と違って指先はね、夜な夜なクリーム塗って手入れしないから。やってますよ俺やってんだ、でも一晩に10時間もやってりゃやれますからそりゃそうだね、うん、そこを考えると4本寄りの方が扱いやすいですね、安定感がある、はい、大体おおむねベッドキャスターは8本組より4本組って言うよね。ですね。そうですね、張りもちょっとありますね、うん、あ、やっぱりみんなそうなんだよね、うん、でやっぱり自分とかおかっぱりメインですから、うん、SPM75 フルキャストとかやったりするわけですよね、うん、そうするとやっぱり細 P はとてもじゃないけど怖くて使えないですね。あ、確かにね、うん、で使った細 P にしたからといってそんな逆に 2g アンダーぐらいのプラグがそれほど飛ぶようになるかっていうと飛ぶわけでもないんですよね、うん、コントロール性は良くなりますけどね、風に対するとか潮に対するコントロール性はいいんですけれど、まあ、釣り物アジとメバルで随分大きく違うわけで、まあ、対象魚も大きいんだけど、あと釣りのスタイルから考えても俺と地球さんは割と近いよね。ええ、08ぐらいを普通に使うもんね、 P のですね、うんうん、0.5 号以下使わないよね、まず使わないですね。だから細くしても 0.5 ですね、うん、ここはよしあしの話じゃなくて 0.2 号使ってるペイさん、まあ、僕もおかっぱりは 0.5 号からですよ、使ってるのは。あ、おかっぱりはもう 0.5 なんだ。ええ、やっぱオードラゴンもまあそこから 0.4 かな、から、うん、あ、 0.5 からでしたっけ、オードラゴンは。ここからしかないんで。うん。そうそう。4でしたっけ。0.4ですね、オードラゴン。で、大体やっぱ使うのは06か08ですね、オードラゴンは。やっぱそうなるんだ、おかっぱり。あくまで02ってのは、こう、あ、魚を遊ばせられるのと風が強い。オープンで。オープンのその、ボートだからってことなんで。なるほど、なるほど。おかっぱりでは使わないです。いや、それすごくね、ありがたい情報だと思ってる人いっぱいいると思うんですよ。なぜなら、アジングイクオール 0.25、0.35 なんですよ。世の中の常識が。それをベイトでまで持ち込むわけですよ。で、僕はそれをずっと気をつけてやって言ってるんです。そういうものじゃないし、ベイトタックル そのメリットを得られにくくなっちゃうんで、そっち走っちゃうと。だからベイトにはベイトの世界があり、スピニングにはスピニングの世界があるので、そこをこう正しく情報を吸収して、自分なりのスタイルにね、こ うまく移行してもらえればなと思いますよね。ちなみに自分もね、オードラゴンは使ってますね、割と。実は、うん。でね、薪の釣りには使うんですけど、うん、ボトムの釣りには実は使わないんですよ。うん、なぜ？で、なんでしょうね。ちょっと伸び感があるというのか、何か普通の PE とボトム触った時の感覚が違うんですよ、手応えが。やっぱ真ん中のモノフィララインの違いなんですかね、入ってる。わかんないんだけど、未だにそれが気に入らなくて、うん、薪の釣りでは、風とか水なじみとかでオードラゴン使うんだけど、ボトムクエンチする釣りには普通の P を使うという、なんかね、普通考えると逆のコーヒー重ラインをボトムで使わないということになってる。結果的にはね。だから、そんな時代を経て、実はオードラゴン使うのをやめちゃったの、俺、去年で。ボーンラッシュにしちゃった。うん。で、それはやっぱ線形と強度とが一番、僕にとっては重要で、そのコーヒー重はもういいやになっちゃった。
うん、僕、今の僕の結論よ。これから先どんな製品出てくるか分かんないけど、LINE、コーヒー中 LINE をやめた代わりに、フルリーダーを6メーターから10メーター取るようになった。うん、そっちでレンジの調整をするようになった。で、多少風がに弱いとか、潮の流れの左右の流れにちょっと弱いは、もう今度はルアーウェイトで調整していくっていうのが、今の僕のスタイルなので、僕は今のボーンラッシュと、なんだったっけ、グレードアップじゃねえや、アップグレード。アップグレード。うん、あ、うん、僕はその自分もだけどそれありますね。あの、うん、ロングリーダーにしたから、高比重ラインに対するあれがなくなりましたね。なくなったね。3メーターぐらい使うと、かなりプラグの泳ぎが安定します。これ10メーター使うとまた変わってくるよ、大きく。うん、もうほとんどだけど、それモノフィラメントですよね、10メーターあると。そうそうそう。俺も最初そう思って吹き出してたのよ。うん、そのリーダー10メーター入れるっていう人がいるから、いや、それって、P 下巻きじゃんとか、うん、笑ってたんだけど、でも実際現場で使うと、これはもう理屈通り説明したくない。実際に6メーター、10メーターリーダー入れ使ってみたらと。で、まあ、重いときは5グラム、7グラム投げるし、軽くても3グラムぐらいだから、俺普通、普段が。そうするとね、全然 PE の良さが生きたまま、ロングリーダーの高比重がちゃんと使えて、詰まるところ、超過にきっちり結びつくのよ。その組み合わせっていうのは。まあ、そこはね、一人一人やっぱり感じ方も思い方も狙い目もスタイルも変わるので、何がいいっていう世界じゃなくて、これベイトでやると、それぞれ個々の特有なスタイルが出てくるのも面白さだなとは思ってるね。キャパがありますよね。ロングリーダーが使えるというキャパが増えましたよね。うん、はい。そろそろね、あ、じゃない、もう2時間超えてんだな。あと、数点、質問読み上げて、今日はお開きにしましょうか。竹下総一郎さん、あ、そうそう、テーマとはか、テーマ関係ない？うん、これはちょっと、釣り金運の話だから、飛ばしましょう。アウトボクサー、メルさん、コーティング PE が話題に上がりましたが、シンキング PE についての見解もお聞きしたいです。強度を知るので敬遠してますが。まあ、これ今、話しなんです、ね、ほぼほぼ OK だよね。うん。うん。だからまあ、強度が落ちるのは対象魚のサイズの話でもあるので、アジングなんかだったら全然問題ないよってさっき、ね、修正さんが言ってたよね。そうですね。うん。まあ、ある種、あれはシンキング PE だよね。そうですね。でまあ、もう一つちょっと付け加えておくとですね、あんまり細糸を初めから使おうとすると、うん、ベイトリールの特性上ですね、糸紙を起こしてですね、うん、バックラッシュの原因だったりとか、せっかくアルファスとかのスプルの、ね、回転がいいリール使ってもそこの 糸が引っかかったことによって落ちが悪くなったりするんで、まあ、そういう意味でもやっぱ 0.6 から始める、最高細くしても 0.6 から始めるのがいいんじゃないかなと思います。僕も賛成します。はい、大西真一さん、バーブレスフックの魅力を教えてください。まあ、テーマとはちょっと違うんだけど、バーブレスフックの魅力とバーブを潰すプライヤーおすすめがあれば教えてくださいって話なんですけど、これ、今日はテーマじゃないんで、すっごい簡単に僕答えておきますね。バーブレスフックの魅力、貫通力抜群。体に刺さってもすぐ抜けて優しい、服も傷まない、言っときますけど、アジ以外はほとんどバレない。だから楽、とにかく釣りが。これ、地球さん、もう2、3、もう10年ぐらいバーブレスしか使ってないから、ちょっと教えてあげてください。はい、実際にメバルでもカサゴでも、糸をね、明確に緩めない限りは、絶対に外れることないです。逆に、うんバーブがあることで外れなくて大変だっていうことの方が多いです。そうですね。うん。で、貫通力は間違いなく上がります。はい、刺さりが良くなります。なので、うん、デメリットはないです。メバルアジに関しては。ね、うん。俺、大西さんね、ちょっと経験がないと分かんないかもしれないけど、こうフックがあるじゃない。向きこう。バーブってここにあるよね。この辺へ。だから、ここで止まるんですよ。でも、バーブレスはここまで行くんですよ。ここの深いところまで刺さっちゃうわけ。これ、自分でちょっと硬いボール紙かなんかで実験したらわかる。ぜひぜひやってみて。ここにバーブがあるから、
ここで止まるのよ。硬いからね、結構魚の口って。これなんかあのルアーのパッケージなんで硬いんで、こう入れると必ずバーブで一回止まるんです。貫通せずに。で、すごい力入れるの、これ。バーブ、ロークに。ほら、今音聞こえた先生が。はい。パツンって言ったでしょ。言いましたね。バーブであれだけ止まるのよ。これを知らないんだ、みんな。うーん。バーブレスだと、ズボッとここまで入っちゃうわけ。だからバレないの。案外、バーブ付きは、バーブで当たってて、貫通せずに暴れてるうちにポンってバレることが多い。ね、チクさん。そうなんです。口が硬い魚だともう明確に分かりますね、その差が。うん、だから、バーブレス使ったらバレるんじゃないかっていう恐怖感持ってる人が多いんだけど、バーブがついてるからバレる率と、バーブがないからバレる率は拮抗して、結局変わんないってことよね。うん。超過そのものはね。うまくなれば絶対にバーブレスの方が超過上がります。うんということです。で、バーブを潰すものっていうのは、もうあんまり売ってないかもしれないけど、ダイワさんがね、バーブ潰しを出してる。ちっこい。あと、スノーピークさんも出してましたね、確かに。あ、それ、スノーピークさんが出してる、スノーピークさん実はダイワ仕様になったから、ね。あ、OEM ですか、すいません。ダイワさん買っちゃったのに、スノーピークを。ああ、そうなんですね。うん。で、スノーピークマークのダイワさんの製品で、バーブペンチが売ってます。ちっちゃいの。それが見つからなかったら、スミスさんの、スミスさんのね、ちっちゃいスプリットリングオープナーがあって、スミスさんのちっちゃいスプリット、ゼロ番用のスプリットリングオープナーは、中がギザギザじゃないなの、刃が、ここが。なんかすごい潰しやすい。うん。まあ、そんなとこで、はい。じゃあ、次。実は、コロコロこんにゃくさん、実はベイトフィネス初心、まだ初級ですが、ロングリーダーレオンさんがお勧めしてますが、キャストした時のおそらくノットがガイドに当たって、その時のちょっとしたショックだと思うんですが、時々バックラしてしまいます。もっと FG ノットをうまく、そしてキャストも上達すれば解消するんでしょうか。これはね、そんな PE の 1.25 とか使わない限り、PE が。すいません。はい。これちょっと答えさせてもらっていいですか。うん。はい、どうぞ。あのですね、ダイワみたいに、TWS、T ウィングがついてるやつはリーダー通りやすいんですけど、うん、アブとか普通のアルファスとかだと通りにくいんですよ。あそこのところこのスプールとレベルワインドのところ。なるほど。これが TWS だと広いんでノットがスーって通るんですけど、TWS じゃないやつでやると引っかかるのが結構あるんです。引っかかる？引っかかります。メーカーに引っかかります。TWS だからちょっと気がつかなかったけど。うん、E の06にリーダー 1.5525 でも引っかかるの？引っかかります。なんで、そういう時には3メーターぐらいに抑えた方がいいです。でも、アルデバランは普通に丸いガイドじゃん、なんかあれ。あれでも上後みたいになってますからね、うん、ロート上に。あれ、なんかあんまり気になったことがないんだけど、ロングリーダーで。いや、あとですね、うん、今世にある多くのロットがですね、うん、ガイドがちっちゃいんですよ。確かに。マイクロガイドですね。うん、なんで、あんまりメーカーさんもロングリーダーで、ベイトでロングリーダーを使うっていうイメージがまだないんじゃないかなと思って。ごめんね。バリアはそこを考慮に入れて、ガイドを大きくしてるからね。だからそうなんですよ、ね。わかんないのか。そうなんですね。やっぱ、ね、フィッシュマンが、その、ベイトメーカーっていうのは、やっぱそこもある、でかいなと思うんですよね。でかい、でかい。でかい。もうよく、やっぱりよく分かってる人が作ってるっていうのは、よう分かりますもん、あれ。現実が見えてる。ね。うん。なので、そういう意味で、その、選ばれてるロットが、もしかしたらガイドが、そういうものに対応し、そういう使い方に対応してないものなんじゃないかなとは思います。だとすると、ロングリーダーはちょっとやめといた方がいいよって話。そうですね、ストレスになったり、トラブルの元になってるんであれば、まあ、その自分の持ってるロットに合うリーダーの長さっていうのがあると思うので。あとひょっとすると、FG ノットのエンドノットの始末で、コブが大きくなってる可能性があるので、そうですね、見るので、そういう方を。FG ノットってね、15、6回きっちり編み込んで、1回だけハーフヒッチして、仮止めした後、本締めするでしょ。ここで FG ノットって完成してるんですよ。少々じゃ抜けないの。だから、エンドノットはあまりこう複雑にこうコブが大きくなるようなエンドノットをしないっていうのが一つはそこのコツにもなるので、だから本当にハーフヒッチ1回でギーッと締めてギーッと本締めしてれば、
5ミリぐらいヒゲ残して落としたぐらいの方がね、逆にガイドの抜け良くなるので、そこもちょっと注意してやってみてください。もうないかな、下げる。はい、ヒロブルスさん、スパチャありがとうございました。村瀬修司さんもスパチャありがとうございます。デラックス、バンピーさんから、パンピーさんから、10メートルリーダーはルアーウェイトがあり、遠投する釣りでメリットがあります。コーヒージューワームを遠投して、ウィードを舐めるように釣る釣りなんかでマッチしてますよね。まさしくその通り。はい。ということで、大体、ご質問の方も終わりましたね。あ、これは、すぐないですね。うん、なんか言った、言いたくてないことある、うん、修正さん。いや、この DX パンピーさんの次の投稿があって。お、次の後。ああ、10メートルリーダーをライトリグで使うのは、点点点。ライトリグだと1メーターぐらいで十分。プラグやワームの姿勢が落ち着くと思います。1メーターで落ち着くから。っていうふうになるんですよ、うん。俺は逆な、実は考え方で、うん、アジングこそ10メーターライン、リーダーなんですよね。うん、あの軽量リグを沈めるっていうので、うん、P はどうしてもなんですかね、エステルとかに比べて比重がどうやってもあるんで、うん、まあ、この部分を、長くて細いフロロのリーダーで補ってるっていうので、まあ、リーダーの太さとかも関係あるんで、うん、あんまりこれで固定概念にこだわりすぎるとちょっともったいないなと思ってですね、あの全く同意見。プラグやワームの姿勢が1メーターで持ちつくって、そういう観念で使っロングリーダーにしてないんだね。うん。僕も。うん。まさしくそうです。だからやっぱり、高比重の部分を6メーター、10メーター使うメリットって、たくさんあるので、これは修正さんが言ったように、自分でやっぱり試してみて、自分に合うかどうかの問題もあるんだけど、明らかに高比重リーダーのロングリーダーの良さっていうのはね、ライトリグだからこそ出てる部分もあるの。で、例えばボートメバルのプラッキングの時はそんなロングリーダー組みません、僕も。これはジグヘッドだとかメタルバイブだとか小型のメタルジグとかね、の時に僕は対応してるんですよ。なるほど。うん。全然使ってる意味合いが少し違うかなっていう感じがします。まあ、修正さん、いいところに気が付いてくれてます。はい。ということで、今日はお三方ありがとうございました。ね、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。なかなか、詳しいとこまで話ができたし、ベテランの方も初心者の方も、参考にしていただける部分が非常に多かったんじゃないかなと思うんですけど。はい、また、どうせ今日だけでこれ済むような話でもないし、やっていくうちにまたいろんなことがあるだろうし、さっきのドラグクリッカーの話もあるし、まあ、何より修正さんあれだよね、ドンピシャな竿がまだ世の中にたくさん出てるわけじゃないから、本当に数機種なんで、1機種、2機種の話なんでね。そうですね、もう、多分これからでも、やっぱりこれでいろいろメーカーさんも、おって思うんじゃないかなと思ってるんですけどね。アルファスエアが出たおかげで、ロッドの世界がまた変わるよ、これ。ですね、クリアブルーの元岡さんもですね、これ触って、うん、うわーっていうので、今、ロッドを作ってたところを、今、全部、作り直してっていう状況になったんで。分かるような気がする。リーダーさんも変わっていくし。で、今のね、P が主体な世の中になってきてるので、やっぱりガイドの大きさだとかね、うん、もう考えなきゃならないし。で、また、いろんな概念があるのよ。今、オガケン、つららのオガケン君のとこでやってる、ストローシステム。あれ気になるんですね。うん。で、ストローシステムは基本的にスピニング、向けに開発されたもんなんだけど、あれをゼナックさんがやってるじゃない、もともとルーフ、ゼナックさんにいた人なの。そもそもガイドシステムを編み出した人がゼナックさんから外に出て独立してやってらっしゃるのをつららさんがタッグ組んでやってる。なるほど、うん、で今ね実はベイトに取り掛かってる。気になる。で、プロと俺触らせてもらったんだけど、はい、ちょっとびっくりする。見た目が。ちょっと買う気にならない。びっくりするよ。ここやるじゃない。はい。レベルワインダーが。はい。第一ガイドがこの辺についてんだよ。
あ、この前ツイッターでちょっと見たっすね。こんなやつ。で、ぐちゅぐちゅ。で、こっからあのスパイラルさせて、下に。はいはい、うん。あの、ちょっと勇気がいるぞ、買うのに。いや、そう言われたら買いたくなるっすね。うん、逆に買いたくなるだろ。うん、なるっすね。これも買うつもりだけど。はい。というか、うちのポルトで組んでみるけどね。あ、出た出た。いや、だってあの、ケンタロウ君とは仲良くさせてもらってるんで、はい、うちで作るロットで、ストローが必要な機種には、そのストローセッティングをつららに出して、そこの部分だけ受け負ってやってもらう。あ、だから今、うちの橋本裕介と僕、橋本裕介が77、で、僕がスーパーバーサタイルの北海道から南九州まで使えるような8.8フィートのミドルゲームロット。はい、あ、はいはい。うん、で、瀬戸内の前は、77でいいんです。マダイと切り方中心なので、はい、で飛距離もそんな出さないけど、はい、俺が受け持ってる88は当然ゴロタハマでもやるし磯でもやるから、やっぱりある程度の長尺が必要なのと飛距離も必要になってくるから、なるほど。そこを考えた時に、あの、散々健太のところで投げさせてもらったそのストローの凄さを知ってるんで、ああ、いいっすね、面白そう。だってグルービー80だったから、メバル用の、はい、それでストロー組んでて、レオさんこれ使ってみてって渡してくれて、ナイロンのね、3号か4号が入れてあったの。はあ、はい。で、3号だったか。で、レオンさん今、旗用のリール何巻いてるって言うから、PE の2号よ。で、リーダーはって言うから、20ポンド。それちょっと付け替えてみてって言われた。メバルロットに PE2 号、リーダー20ポンド。うん。付けろって言われて付けたの。マジ大丈夫なの？まあ投げてみて。びっくりした。音がしない。シュッ。シュッ。嘘？なるほどな。いや、でもそれやると、本当ロングリーダーのメリットがスピニングにも使えるようになるかもしれないですよね。おお、いいとこ気がついた。まさしく。だから、またね、ロッドの世界もこのストローガイドっていう概念で、これがベイトにまでちょっと及んでくるような状況になるので、まあ、今後楽しみだな。楽しみですよね。もうっていうのが、まあ、今日のエンディングかな。なるほど。いっぱい進化しますよ、と。まあ、釣り竿なんてね、あの、カーボンのブランク自体はもう何十年も進化してないんだから、はい、変わっていくのはそこですよ。なるほどな。ね。うん。はい。ということでね、またいろんなことが起きると思いますので、また皆さんちょっとこういうのがあったら呼びかけますので、集まっていただいて、ね、はい、またいろいろお話を聞かせてください。はい、ということで、長時間、ね、トイレにも行かず座りっぱなしで。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。はい、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。はい、じゃあまた。